はい、えー、それでは司法書士合格講座、えー、全体構造編の第1回目を始めます、えー、皆さんこんにちはえー、まあ今日あの第1回目開講なんですけれども早速、えーまあ、たくさんの皆さんねお集まりいただきましてありがとうございます、えーまあ、これから長丁場になりますけどね一緒に頑張って勉強していきましょう えー、全体構造編ではあの合計3回あるんですけれども、えー、法律の本当に基礎を勉強しますなので、えー、もうすでにあの、えー、と過去に法律の勉強をされたことがあるという方にとってはねあのもうそんなの,をあの知ってるよということも,もうたくさん出てくるかと思いますけれども、まあ、法律の勉強が初めてという方も、えー、いらっしゃいますのでその点ねご了承くださいでまずあの法律の医療派を学んでいただくということと、えー、それから全体構造編ではあの授業に慣れてもらう いうね、あのそこにもあの、えーまあ、のポイントが、ね、ございます、えーまあ、これからの私のやり方で皆さん授業を受けていってもらうので、えー、と私の,あの講義の進め方ですね、まあ、それこの全体構座に3回通じて、えー、慣れていくようにしてくださいで、えー、とまずはこちらのメインテキストですねブレイクスルーテキストをこちら使っていきます、えー、それと各科目出ていきますけれども ブレイクスルーの補助教材というもの、ブレイクスルー補助教材、こちら必ず準備しておいてください、メインテキストと、それからブレイクスルーの補助教材ですね。でえっと、補助教材、あの今日もし、えー、最小ですからお忘れの方いらっしゃったら、あの生クラスの方、後ろに置いていますからね、あの一部取っておいてください。はいえっと、基本的に講義はあこの2つ、それから、えっとね、 全体構成編を終わりまして、えー、本論編、えーまあ、次あの憲法民法、ね、本格的な勉強はまたスタートしていくんですけれども、えー、その本論編に入りましたら、えっと、今の2つ、えー、メインテキストとそれから補助教材これに加えてあと各問レジュメというものが、ねえー、追加でありますそちら、えー、ですの三3点ですねお忘れないようにしていってください。 でまずメインテキストを中心にやりまして補助教材はあの随時指示しますからあの切り貼りしてもらってメインテキストの欄外にあの情報を入れていっていただきます補助教材をね切り貼りしてあの通常の講義だとメインテキストとそれからのもう一つサブテキストとねあの2冊でやっていくスタイルが多いんですけども私はもうこちらメインテキスト1本に あの全部落ととしし込みたいというあの考え方でやってましてまなので必要なあの補うべき情報をねそれは補助教材という形にしてで皆さんにこちら切り貼りをしてねで最終的にはこっちのテキスト一冊見たらあの必要な情報がまとまってるっていうねそんなテキストを作っていこうと、ね、思ってます。で、えー、本論編に入りましたらあ,のあとさっき言ったように「過去問レジュメ」が追加されます。でこれはあの過去問をね、えー、枝別にばらして作ったレジュメなんですけれども。 まだ全体構造はやりませんけれども、えー、この過去問をね、あのー、マスターすること。もう、それがもう、この、えっ、ー、と、司法書試験に。あのー、最も重要な、最重要課題と思っておいてください。もう過去問を制するものは、本試験を制すると思っておいてください。あのー。まあ、最近いろんな情報があるからね。まあ、皆さんもネットとかでいろんな情報、あのー、見かけるかもしれませんけれども、場合によっては、あの。 過去問だけでは合格できないよとかね。まあ、そんなことを聞いたりすることもあるかもしれません。ね。ま、まあ、でも、あの、それは、あの、そうでなくて、過去問だけで十分合格できます。もしあの、過去問だけで合格できないんだったら、それは過去問のやり方が浅いんです。過去問をしっかり深くやり込んで、過去問をしっかりマスターすればね、十分合格圏、それだけでいけます。で、過去問で、まあ、合格圏に到達して、あとは、まあ、プラスアルファ、答練とか模試とかあるからね。まあ、それで、あと、プラスアルファ上乗せをしていくような感じです。 過去問でこうベースをしっかり固めて、ね、でトーレも指導でこう上乗せをして合格を目指していくというね、えー、そういったスタンスでやっていきます。えーまあ、何より過去問がもうとにかく大事だってことはね、まあ、今回1回目だけどね十字よく分かっておいてください。えー、とあとはあの、ねえー、と全体構成はあの簡単です内容、まあ、ね。でだんだん難しくなっていきますから、ね、なので勉強が本当にきつくなってくることがね、えー 出てくるかと思いますので、えー、その時に絶対諦めないようにね。もうそれだけはあの、えー、心に誓っておいてほしいと思います。あの今、自分があの勉強し始めた時の気持ちですね。まあ、初心がどんな気持ちだったのかね。もうやる気満々ですよね。今ねまあ、その気持ちをちょっとしんどいなと思ってきた時にね。あの是非思い出すようにしてね。で、またあの復活でね。勉強再開していくようにしましょう。 ねでまあ、しんどくなったら声かけてくださいちょっと先生しんどいんだけどっていうことねそしたらまあいろいろとアドバイスさせていただきますからねまああの高い授業料払って受講されてるわけだから途中でリタイアっていうのはもう本当一番もったいないんでねあの私的にはもうそれが一番あの残念なんです。ね、もうそれをどうしてもあの避けていただきたいっていうところがあるんでね、まあ、なんとか最後にね一緒に頑張って、えー、やっていきましょう。 はいまあ、それからの皆さん、まあ、いろんな道機でね、まあ少子目指されているかと思うんだけど、まあ、本当にいい仕事です、少子はね。なので、えー、ぜひともね、最後、合格まで、えー、つかみ取っていただきたいと思います。えー、私もあの年数だけですけど、少子もも25年以上やってるんです、まあ、年数長いだけっていうね、噂もありますけど、中身がないっていうね、<laughs> えーまあ、あのそれは、えーまあ、冗談ですけど。 えー、まあ二十五年以上やってきて、もいろんなことありますけどね。あの仕事だから楽なことばかりじゃありません。ね、本当にもうしんどいこと、特に法律の仕事だからね、まあしんどいこともたくさんやっぱりね、あの生じたところあります。ね、まあでもそういった仕事も、ね、いろいろあの大変なところあるんですけども、まあそういったところを含めてこう総合的にね、まあそうして考えたときはあのやはり一般の仕事よりかはいいのかなとね、えー、思うところが。 えー、強くね感じているところです。まああの一番いいなというのはやはりあの自分がやった仕事に対して、えー、直接高評価していただけるっていうねそこはの非常に、えー、やりがいが感じるところかなとね思ってます、えー。それからあとはね、えー、まあこういろんな時間調整ですね。 まあ自分でいろいろこう融通機化していろいろとこう時間調整ができるこう自分のペースでやっていけるっていうところもねあのまあそれもこのこういった資格用のいいところかなと思ってます。まあ、当然あの依頼があったらそれに縛られるっていうこともあるんだけど、ねえー、でそこをうまく調整して、ねえー、まあそしてこうね自分なりの,あのライフスタイルを作っていける。 ちょっと怒られるかもしれませんけど、最近の私の趣味は平日に有馬温泉に行くっていう <laughs> のが趣味で <laughs>、ねね。でもす、ね、それもあの、平日にね、温泉行くけど、土日仕事したりしてますから。ね、<laughs> あのー、ちょっと一見ね、不謹慎のようにね、あのー、聞こえるかもしれませんけど、ね、その分他でやってますからね。あのー、まあ、そんな形で、まあ、今の一例だけど、ねあのー、ちょっと普通、 あの会社勤めだったらこう時間調整できないよねまあそんなところも自分でいろいろ工夫できたりするよっていうね、まあ、そんなところもい,いあのこういった資格用にいい面かなとね思ってます。はいまあそれからのあとの、まあ社会貢献というところもあるんでねまあ自分がこの仕事をすることを通じてあの こう国民市民の、えー、権利の保全にこう役立っていけるね、貢献していけるっていうね、あそういったスキルもある仕事ですからね。まあ本当にすごくいい仕事だとね思っています。まあぜひね皆さん頑張ってください。はい、えー、っとではあのー、今回からねこちら全体構造編ですけども、えー、っとテキストが、えー、174ページまでありますので。 1>, えと1回たり大体いい50ページぐらい済むと思っておいてください回たり、ねあ。50ページはおかしいか、五、ね、十数ページですね済むと思っておいてください。今日は最初だから50ページぐらいになるかもしれません。で、えーとね、私のクラスでは、えーとね、マーカーを一応あの3種類使います。マーカーカ種類 でえっと今日お持ちでなかったら、あのえー、鉛筆等でここマークしてなっていうのを控えておいてもらって、ご自宅帰られたいから、ね、マーキングしておいてください。でえっと、どんな感じでマーカを使っていくかというと、まず、えっと、テキスト、タイトルマークしていきます、これで1色、で次、本文、これでもう1色で、キーワード、随所示していきます、まあ、これで合計3色となります。えー、これれ後でままたやりますけれども これ今いいですよ、ね。例えばこんな感じで、えー、タイトルをブルーで塗ってで本文黄色で塗ってでこのキーワードにあたるところこれ上から重ねてピンクで塗ってます黄色の上からねでこれはあの、まあ、塗り方別にその通りしてくださいということをしなくてね、まあ、キーワード以外のところを黄色で塗ってねキーワードは別の色で塗るとかね常はご自身で工夫やりやすいように工夫してください、えーまあ、こんな感じであの3つマーカー使っていきます タイトルをマークするのはあの何の論点かっていうのをね把握しやすくするため、ね、で本番は当然重要なところをマークしていきますで本文の中でも、えー、特にキーワードになるところがあるんでそれをさらにねキーワードとしてマークしていきますはいこんな感じでね進めていきますはい、えー、とそれとあとは当然あのメモとかね取ってもらうこともありますから、えー、普通にペンなどはね用意しておいてください。<laughs> でえーまあ、全体講座はそんな、あのー、細かい内容やりませんからね、まあ、そんなにたくさんメモを取ってもらうということはないかと思うんですけれども、まあ、本ン始まったらね、いろいろとメモなどを、えー、取ってもらうことが、えー、出てくるかもしれません、でその時にまた、えー、とお話し,しますけれども、えー、とメモを取るときは、できたら、あのーえー、別冊、もう一冊ノートをね、ご用意しておいてもらって、ノートにちょっと別にメモを取るようにね、えー、できたらしていってほしいんです、こういきなりテキストに書き込んでしまうんじゃなくて。 まあそれなぜかというとあの最初は、ね、私がこう言ってることを全部大事に聞こえるんですよ。ね、なのであのもう全部こう、ね、あの何でもかんでもこうメモを取っちゃうと、ね、いうことがどうしても起こってしまうのでそうなるとあの後からこう皆さん力がついてから、ね、テキスト見直すとなんでこんなこと書いてるんだろうと、ね、いうことがもう多々出ちゃうんですね。なのでではちょっと別にっっておいていい、ね、後でゆっくりちょっと落ち着いて これテキストに補充すべきだってものであればね後からこうテキストにこう補充していくっていうね、まあ、そういった形でやっていってほしいんです、ね、なのでテキストはあのこうぐちゃぐちゃにするんじゃなくてできる限りシンプルに、ね、していってほしいっていうことです、まあ、そういった意味でメモはあのできるだけ別なノートを取るように、ね、今後ね工夫をしていってください あそれからちょっとこれは余談ですけれども、えー、と生クラス今これ3月の18日の土曜日にやってまして来週またね同じ曜日にございますで来週生クラスが終わった後の時間帯なんですけどガイダンスがありまして去年の皆さんの1年前の先輩でね去年合格された方その方がいらっしゃって対談形式でお話しさせていただきますので。 まあ、皆さんも今後の勉強にとって役に立つと思いますからね。まあ、ぜひ、あの、お時間あれば。あの、来週二十五日だけど、授業を受けてもらって、その後、昼からね、二時間の時間で。ね、ぜひ、あの、そちらの方もね、ご参加してみてください。はい、それでは、あの中身をね、見ていきましょう。はい、まず、え、三ページ。 はい。えっ、ー、と、使用者の業務3ページです。えっ、ー、と、こちらタイトルパラパラっと、えー、めくっていただいて、まず3ページ、えー、第一節登記業務から4ページ、第二節訴訟業務で、えー、5ページで、えー、第三節青年貢献業務とね、あります。えー、まあ最近はあのいろんな仕事ができるようになってきてます。で、それぞれの使用書士さん によってい、ね、いろいろ得意分野があります自分は登記が専門なんだとかねあるいはあの5ページの貢献が専門なんだ、ね、とかあるいはあの、えー、4ページの裁判関係も中心でもうそればっかりやってるんだというね先生もいらっしゃいます。まいうねあの皆さんが資格取られて、ね、で、えーまあ、自分の得意分野をね興味持った分野そこを強めていっていただければいいんですけどね。 でえーまあ、今あ、ひょっとしたらもう補助者されているとか、ね、いう方いらっしゃるかもしれませんけど、えー、試験受ける上では全くあの関係なくてあの補助者とかの収者の実務は知らないという方がもう大部分です、大部分、ね、おそらくこのクラスもそうと思います、ね、実務知らないという方私もそうでした、私もあの勉強始めた頃は全然実務は知らなくてねであの試験はあの受かってから実務は覚えましたでそれで十分大丈夫なんでね。 なのであの今取り、えー、と,とにかく試験合格、ねまあ、それを目指して、ねでまあ、実はそのあとね受かってから覚えていってください、えー、っと補助者してたら有利かっていったら全く有利じゃありません全く関係ありませんそこはね補助者してたらあの少しだけあの不動産登記法とか商業登記法っていうねあのそういった登記の手続きに少しだけなれるかなっていうぐらいの感じ。 ね、でもあの試験で出る問題は実務と全然違うので、ね、あの補助者やってても試験問題に対しては全く役に立たないです。ね、なのでもし今補助者されてる方いらっしゃったら、ね、もう試験のは試験で、ね、もう全く頭切り替えてやってもらわないといけないんだけどね。はい、なのであのたまにあの、えー、と勉強してる時に補助者もやった方がいいんですかねとかねあのそして役立ちますかとかそういった質問を受けることもあるんですけどもそれは全く関係ないです。ね、普通にあの今の皆さん仕事はね まあ続けてやっていただければ結構かと思います。はい、でえー、っと投機業務と訴訟業務と青年貢献業務というのがありましてね。えー、っと私あのもう今やってるのはほとんど一、えー、ペー三ページの投機業務の方でして、まあいろんな仕事をやってきたんですけれども、えー、昔は不動産取引 まあ不動産取引があった時ね、まあ、そこに消費者が立ち会って登記、えー、手続きをするっていうね、えー、仕事があるんですけども昔はそういった不動産取引をたくさんやってたんですけども、えー、と最近は、えー、と医療法人っていう法人がありまして、えー、その医療法人もあの法人だから登記があるんです、まあ、その医療法人の登記を、えー、少し専門的にねあの最近やらせていただいてます。まあ、結構日に1回ぐらいは出してるような感じで ですかね、それぐらいのペースでね別にあのそ,れそれだけじゃないんだけどね、まあ、それが一応中心で,中心でやってて、ね、あとそれに当然付随して他のいろんな仕事は出てきますからねまあ,あの人によっていろいろねあの自分がメインでやってるっていうのは本当にいろいろなんです私の場合はね、まあ、たまたま医療法人だっていうことだけど、ね、まあ他の処置さんはいろんなことねされてます から、えー、4ページ、訴訟業務。えー、とこれはの皆さんは、証書試験に受かったら、一応、裁判所に提出する、えー、裁判書類作成業務という仕事はできます、書類作成業務。で、えー、ただそれはあの書類を作って、あとはその書類作った書類を用いて、本人さんで裁判を進めてもらうというね、いわゆる本人訴訟の支援という形になります。 であと、まあ、ご存知だと思いますけど証書試験を受かった後、またあの簡易、えー、裁判所っていう裁判所の代理権を取るためのねあの研修とそれから認定考察という試験がありまして、えー、この簡易裁判所の代理権のための研修で認定考察というんだけどね、まあ、これを受けてパスしたら簡易、えー、裁判所での代理権という権限が付与されます。 で代理権権は弁護士さんと同じ権限です、ね、なので、えーまあ裁えー、とその資格を取ったら簡易裁判の人は弁護士さんと同じように、ね、行動できるようということになります。えー、と私も一応あのその認定と資格は、ね、あの持ってるんですけども、えー、とちょっとお恥ずかしい、えー、とながらあの資格持ってるだけでほとんど使ってません。まあ、結構 使用書士あるあるとは思うんですけどねあの、まあ、認定はあの持っってていいいいるけど使ってなとう人、ね、多いと思います昔はあの弁護士事務所にも、えー、勤めてたことがありましてでその時はあのもうしょっちゅう大阪地方裁判所大阪地裁ねもうしょっちゅう足を運んでたんですけども,もうそれだいぶ前の話でね昔はそういっただから裁判関係の仕事も、ね、結構携わっていたことがあったんだけど、えー、最近はもう あのさっき言ったように登記業務の方を中心で裁判関係は、まあ、資格持ってるだけなの、ね、あの状況になっちゃってます。はい、じゃあ、五ページ、はい、これもねあの結構仕事があるところで、ね、成年後見業務、はい、あのこの仕事にあの興味があるよということでね将棋目,目指される方も結構いらっしゃいます。 まあ、あの自分が例えば介護かなんかの、ね、お仕事をされていてであのこの成年後見というあの仕事があるということをそこで知ってねでそこでは司法書士さんと、えー、関係を持つこともあって、ね、それであの目指すようになったんだというね、まあ、そんな動機の方も結構いらっしゃいますね。で、えー、っとこれはあの認知症になれる方がねあの最近多いので成、えー、年後見制度っていう制度があります。その人に保護者をつけてあげるんですね でそれはあの使用書士自身が、えー、保護者になることもあるしあるいはあの使用書士はあの申し立てをねサポートしてえそして保護者はまた別な人がつくということも、まあ、それは両方ありえますけどね。で場合によってはこの成年後見、えー、もうこれメインでやってるんだっていう先生もいらっしゃいます。これはあの登記とか裁判と違って、えー、っと月々例えば3万円とかね あのそういう定期的なこれ報酬いただけるような仕事になってますので登記とか裁判っていうのはこれ単発的な仕事なんだけどね仕事があった時に報酬いただくっていうもんだけど、まあ、これどっちかっていうと消費者の仕事の中で珍しくてここ問報酬的なあの形であの報酬いただきますから、ねまあ、例えばあのこれ後見10件でもやればね10件でもやったらざっくり月々30万ずつという形になるんでねもう十分あの えー、報酬の自分のねあの仕事のベースにねまあしていくようなねものになっていきます。まあ定期的にあのそういう形で認知症になられた方のねサポートをして、ね、でまあ定期的にねあの報酬をい,ただいて頂い,いていくような仕事だとねいうように思っておいてください。はい、えー、まああのそんな形でもねまあ今の一二三とありますけどね。 もういろんな仕事が今あのできますので、えーまあ、あとはね、まあ、皆さん司法者さんになられて、えーまあ、大体あのパターンとしてはまんんべなくやってるっててる人が多いです投機業務をね大体メインにやっててた例えば投機業務を9割ぐらいやっててねであ,のあと依頼があった時に裁判とか公権をね1割程度、ね、やってるんだっていう、ね、まあそんなパターンが一番 まあ多いんじゃないかとは思いますけどね、まあ、場合によってはもう特化して貢献だ,とだけとか裁判だけとかねいうこともあったりします、まあ、ただいずれにせよあの皆さんが司法取材になられたらあの何かあの自分の,あの得意分野ねあのそれは作った方がいいと思います、ね、一応まんべんなくは仕事をするんだけどこれだけは絶対ね人負けないよっていうねう得意分野をね何かあの興味を持った分野ね深めてもらってね えー、そして、得意分野、得分野として、えー、仕事をしていってもらったらね、いいんじゃないかと思ってます。はい、それでは、えー、と、次。同じくテキスト七ページです。はい、えー、と、司法書試験。八ページの方を見てください、八ページ。はい、大体お分かりかと思いますけれども、そちら試験科目です。 午前が択一で、えー、35問。全部マークシート式だから、えー、特にあの答えるにあたってはテクニックはいりません。もうマーク塗るだけ。で、午後は、えー、やはり択一35問マーク。で、あと午後は記述式問題があります。まあこれだけ、えー、と記ひな形を書く練習をしてい、えー、くことになります。で、この記述は論作文じゃなくて、 不動産登記と商業登記の申請書ひな型がもともとありますでこのひなを皆さん覚えてもらってそれを問題に当てはめてこの場合にどういった登記の申請を出しますかっていう登記の申請書を皆さんに作成していただくというねそのような内容となります。はい、合計点点満点合格点は年によって変わります。 上位何名という形で取っていきますからあの初めから合格点が決ままってるわけじゃありません、えー、問題が優しければ合格点は上がるし難しければ下がるということだけど、えー、ざっくり8割取れば合格です8割、まあ、8割取ったら問題が難しくても優しくて,、えー、しくてもねおおむねもうどうとしても合格、まあ、まずはそういったイメージをね持っておいてくださいまずはね8割 はい。そして、これもお分かりだと思いますけど、えー、っと、午前の択一と、午後の択一と、午後の記述それぞれ、あの、最低この点取ってくださいっていう足切り点というものがこの試験設定されます。足切り点ね。で、それもちょっと高めに申しますと、えー、午前の択一は、まあちょっと高めに8割。足切り点ね。ちょっと厳しく言ってますけど。 当然それは年によって変わりますだから午前の択一はあの合格点とも同じぐらいが足切り点になってくると、ね、いうようなイメージを持っておいてください。で午後はあの択一と休日両方あるから、ね、ちょっと緩やかになりまして、えーそうですね、午後の卓、えーえー、一の足切り点、まあ、これもちょっと高めに7割5分75%と、ね、言っておきましょう。75 はいで、えー、っと午後の記述これ 50%50% 50、えー、ちょっと高めに言いましたけど 80%75%50%、ね、それをこう全部クリアできていること、ね、80%75%50%、ね、クリアできていること、ね、でそれ全部クリアできてかつね総合計でおおむね80%あることねそうすれば合格。 とということです、はい、そしてねこの試験の,あの難しさは、えーとね、この量の多さにありますあの。そこ見てもらっても分かるように、出題科目だけでもすごく多いでしょ、ね。で、民法だったら民法だけ取り上げても、ものすごく分量あるんです。なので まあそこの,、ね、その分量の多さをどうするかというところがかかってると思っておいてください一つ一つの問題はそんな難しくないですこれ一問だけやってみましょうってねピックアップしたらね、まあ、そんな難しくないんですでも量がすごく多いからなかなか覚えきれないんですだからなかなか覚えきれないからねあの点数もうまく取れないそこが一番あの難しいところこの試験ねなのでその量の多さをね そこをいかにうまく対応していくかっていうことです。ね、なので私のあのクラスではもうできるだけあのテキストマーカー入れるところを削っていきます。ね、でできるだけもうその勉強するところを減らしてねで減らしてだけどそのマークしているところはもう徹底的に完璧に覚えましょう。よね、えー、そういったスタンスでやってます。はいまあそれこの後またやっていきますけどね。 はい。なので、あの、まあ、皆さんもそれに沿って、あの、絶対手を広げないことが大事。ね、こう、勉強の手を広げないことね。あの、たくさん勉強したら、あの、いいかっていうと、そういった問題じゃないんです。この試験は。ね。あの、何か難関試験だからね、たくさん勉強した方がいいような感じがするけど、そうじゃなくて、えー、大事なのは正確性です。ね。量じゃなくて正確性。一つ一つの知識が正確かどうか。ね。そっちがもう、ね、はるかに大事。 で一つ一つの知識を正確にしようと思ったらできる限り量を減らしたしてつも,もすごい分量あるわけだからね、はい、なので是非ともねそういった方向でやっていきましょう極力ねあの勉強する範囲は絞り込んで、ね、ただそこはもう徹底的に正確に覚えるっていうねスタンスですはいじゃあ、えー、と9ページ見てください はい。手前のページが、あの、えー、っと、筆記試験の話でしたが、7月の第1日曜日に筆記試験があります。7月の第1日曜日。で、あとは9ページに載ってますけど、えぇ、ー、もし、筆記試験の合格者対象ね、口述試験がされます。で、これは、あの、全員受かりますから、えー、心配しないでください。口述試験は、行ったら受かる。休んだら落ちるっていうね、そういうレベルです。ね、行ったら受かるんで、 ね、心配なしじゃあこれ何のためにやるかというと、えー、替え玉受験してないか本人確認です、ね、ここであの新たな知識を試そうっていう試験じゃなくてな月かにあの筆記試験で受かった人を呼び出してで、えー、こうある程度質問するわけ、ね、である程度こう受け答えできたら、ね、あそしたらこれは本人が受験していたことに間違いがないなっていうねあのそういったあの替え玉受験してないか、ね、本人がちゃんと受けてたかそれの確認です人物確認。 ね、なのでまあ、あのー、休まずいけばこれは大丈夫だからね落ちることはありませんはいで、えー、その公試験、えー、クリアしてそれで初めて最終合格と、ね、いうことになりますで先ほど言いましたようにこの後また研修等がありますから、えー、簡易裁判所の代理権を取ってもらうためには まあちょっと大変なんだけどね、この後また、えー、その特別研修と研修を受けてもらって、えー、そして最終的に認定講座というね、試験を受けてもらうことになります。はい、えっ、ー、とね、手前の8ページもう一回戻ってください。8ページ。はい、またあの、お湯をお話し,しますけど、えー、午前が、えー、2時間です。時間ね。2時間で、えー、合計35問 で、午後。午後は合計3時間。午後は合計三時間。はい。そして、えー、択一が午前と同じ35問です。で、えー、休日が不動産登記と商業登記1問ずつ出てきます。それで3時間。はい。そうすると、えっ、ー、と、普通に考えたら、午後の配分は、 択一が2時間で記述が1時間ということになりますけど、えー、実際はそうじゃありません、えー、最近は記述問題が非常に難しくて時間がかかる問題になってますなので午後は、えー、逆転して択一が1時間と思っておいてください択一が1時間で記述が2時間です、ね、なので午後は時間がすごくハードだと思ってくださいそこは練習したらできるようになるからね 午前なだから、時間切れはありません。五歳ね。で、午後は今のところ、ね、そんな現状になってます。で、えー、まあ、急痛については、あの、だんだんね。徐々に、こう、軟化傾向にはあります。徐々に優しくはなってきてます。 なので今後またあのエスカレートして難しくなっていくってことはね、えー、考えにくいです。はいなので来年まあ皆さんが受けられるこれねあのー、まあ時間的にも割と譲り取りが持てるような形になっているんじゃないかなとは思いますけどね。まあ現状はなかなかあの厳しい、えー、状態になってます。 でえー、っと記述につきましてはあの私、得意ですからあの安心しておいてください、えー、っと一応、このレックの中で、えーまあ、全国含めて一応、記述について私が担当なんです全国含めてなので、えー、あの本試験が例えば終わった後の、えー、本試験の分析会とかねあるいはあの逆にあもう近々ありますのでもしよろしかったら見といてください。あの 今年の本試験の予想でね、どうなる今年の本試験っていうね、そういった予想の講座、YouTube 等でね、見ることができます。えー、そういった予想講座とか、あの本試験終わった後の検証会とか、えー、と全部記述は私が担当させてもらってます。全国でね。はい。まあなのでね、ね、まあ、レックの中では一応ね、 あのキーの担当講師っていうことですからね。まあキーはあの私が得意とするところですからね。皆さんそこは安心しておいてください。いろんなね情報を皆さんに提供していきます。で私もねそ,、えー、そのキーのいろいろ、えー、とそういった、えー、検証会とかねそんなところでお話をさせてもらってるんで、もうその都度難しすぎるってね言っているんですよ画面に向かって。それはあの試験員が 見てないかなって思ってね、多分試験員の先生見てると思うんですよ。あの自分が出して記述式問題予備校でどうやって評価されてるかっていうね、やっぱり気になりますよね。だからおそらく見てると思うんで、もう答えることになんでこんなん出すねってね言ってるんです。<laughs> でその回まってかねその回まってか徐々に優しくはなってきてますから、ね、もうこれからも引き続き頑張ってねそれは言い続けようと思,思ってます。まああの。 冒頭言ったけどね、私も25年以上少子やってましてね、もう本当年数長いだけなんだけどね、あの試験員の先生はもう大体私より後輩なんです。ね、まあなのであのまあ先輩がするつもりはないですけれども、ね、私が言ってるいうことを聞いてくれるんじゃないかなって思ってね、まあそれでもうしつこくね、あの毎回言ってますので。はい、まあなのでね、まあそういう意味であの記述はね、あのまあ徐々にこうね難化してきてるよってことでね、それは少し。 安心材料として、ね、持っておいてください。はいえー、っとで、9ページはやりましたね。はい、じゃあ、えー、っと11ページ見てください、10ページと11ページ。 合意判定そこをねさっき言った話で、えっと、全部基準点が設定されてね基準点をずっとクリアしていってそれで最終合格となりますあそこ合格ラインはちょっと低めに書いてますね7割5分あ低めというか私が言った方がちょっと高めですかね私は8割って言ったんだけどねそれがちょっと高めかもしれませんまあ大体 7, 7割5分、えー、程度ね、えー、取れば合格はいなのであのー えっとまず午前の基準点足切り点があってで次に午後の択一の足切り点があってでこれ両方クリアしたら初めて給付採点が受けられます、ね、なのでそのまず択一のどっちかに引っかかっちゃったらもう残念ながら択一はもう採点してもらえないと、ね、いうことになります。でそうですね、毎年大体択一を採点してもらってる人が2,000名程度です毎年。 ね。その午前と午後ね、クリアされている方が2000名程度。はい。では、隣のページ見てください。で、最終合格者11ページ。最終合格者が600名程度となっています。まあ、そちら令和3年までのね、データしか載ってませんが、600名程度。令和4年もね、大きく変わるところはありません。で、そこの数字、単純に割り算したら4%パー、5%パー。 ということなんだけど、えー、願書を出してる人が1万4千人。で、受けてる人が1万1千人、ねえー。で、これ下ずっと見ていってもらうと、下も同じような傾向。ね、願書を出したのに、受けない人が何千人もいるんです。ね、受験料払って願書を出してるのね。で、なんでかって言ったら、当然、願書を出したときは、受けるつもりだったんだけど、 いざ本番になったら全然勉強間に合ってなかった。ということです。もう受けてもね、絶対無理だってことでリタイアされた。ね、そういう人が3000人、えー、令和3年だったら3000人もいるわけ。ね、なので、えー、1万1000人受けてるけど、実はね、この受験してる中はもう今のリタイア組に近いぐらいの勉強しかできてない人が圧倒的多数を占めてます。それが大部分。ね、で、 受かってもおかしくないっていうぐらいしっかり勉強やり込んで受けてる人は上位の2000名ぐらいですはいなので実際にはその中の勝負なんです上位の2000名の中での勝負はいですからね競争率は3倍と考えておきましょう、ね、2000名の中で、えー、600名受かるかどうかだけね 3, 3倍 で、実質共通数を3倍にするためには、まず皆さんが、その2000人に入らないといけないからね。その2000人の外にいたんじゃね、3倍にならないんで。で、それは、あの、これから1年、ね、しっかり頑張って勉強やっていったら、ね、その2000人の中にはね、十分入りますからね。まずはそこを目指してね、一緒に頑張っていきましょう。ね、そうすれば5億がね、見えてきます。はい。なので、その4%パーとか5%パーはこれはもう単純にこう割り算しただけの数字だからね、 実質の競争率ではないということはね分かっておいてくださいあそれからの今のページごめんなさい11ページあの受ける人がねこう減ってきてます毎年ねチャンスチャンスあの受ける人がこう減ってたら なななんかかこのの資格人気がないのかなってね悪いイメージにも捉えられますけど、ね、あの資格ってこうブームがあってねあの例えば、司法書士もあの払いすぎた利息を取り戻しましょうと言って支援バばんばん出してねで知名度が上がったら,だら目指そうという人ががっと増えちゃうわけです、ね、そういういろんなこう波ブームがあって、ね、今、ね、あの減ってきてます。なのでこれ大チャンス 受かりやすくなってます。で、これがまたね。あの何かブームが来てね。例えば、あの来年から相続登記が義務化されるという話聞いたことあるかもしれません今まで相続登記をするかどうか任意だったんだけど、もう相続登記をしなければいけない。相続登記ほったらかしの不動産がたくさんあるからね。まあ、それが社会問題になっててね。もう相続登記を義務化しようってことになってます。 そんなのでまたね消費者の仕事が増えて、えー、ブームに火がついてくるかもしれません、ね、でブームになってから受けようっていうのは遅いんです、ね、そうなるともうあのすごく受験者が増えちゃうから非常に受かりにくくなります狭き門になっちゃいますで今はすごく文句が広いです受験者が少なくてすんごく受かりやすくなってるからねあの今あのこの人数減ってるとはもう皆さんにとっては大チャンスなんでね是非、えー、頑張ってください 受けない人が減ったら自分のライバルも減るからね。でそれは実務に入っても一緒、ね。実務に入ったら、ね、少数多かったら仕事の取り合いになっちゃいますよね。少ない方がいいんです。ね、これはむしろね皆さんにとっては講材料と思、ね、っておいてください。はい、では、えー、次は、えー、15ページ。 はい。じゃあ、ちょっとこちらから具体的内容入っていきます。15ページからね。で、えー、っとね。まずは、えー、こちら、法とは何かっていうね、お話です。皆さんこれから法律を勉強していくんだけども、ね、まあそもそも法とは何か。はい。それをこのページ見ておきましょう。はい。じゃあ、このページはマーク入れてください。はい。タイトルと本文。今日マーカーを持ち出なかったらね、印つけておいて、また変えられてからね、マークしておいてください。 はい、法とは何かっていう、ね、ところです、まあ、法っていうものを、ね、定義するとどのように説明できるか国家権力による強制力を伴った社会規範ということができます、はい、まずは今日はこの言葉、ね、覚えておいてほしいんですが、えー、社会規範というのは社会のルールのことです規範というのは難しい言葉だけどね社会のルール、はい、なのでまず法というのは社会のルールの一つなんだということ 社会のルール、ね。じゃあ、社会のルールって他にもたくさんあります。道徳とか、学校の校則とかね、全部これルールですけども、じゃあ法は、そうたのルールと何が違うかっていうと、えー、今書いてるように、国家権力による強制力を伴っているっていうね、えー、そこが違うってことです。要は、法をえ破れば、法を守らなければ、 警察に捕まって、えー、起訴されて裁判にかけられるね、そのようにね、えー、処罰されることがありますよね。まあそれが国家権力による強制力と伴っているってこと。ね、例えば道徳もねルールだけどね道徳を破ったとしてもまあ別にそういったことにならないですよね。ね例えば、えー、と電車の中でお年寄りに席を譲るべきだっていうね。 まあそういったルールがあったとしてね。で、それを破ったとしてもね。まあ自分の,あの心は痛むかもしれませんけど、ね、別に警察に捕まるってことはないですよね。はい。だから、まあ他のルールとそういったところは違うところ。はい。ということで、まず今日はね、この法とは何かっていうのをまず覚えておいてください、ね。これはもう自分で言えるようにね。まあ、法っていうのは社会のルール、社会規範なんだけど、ね。そこにさらにこう就職語句をつけると、 国家権力による強制力を伴っている、えー、社会のルールとね、説明できます。はい、それでは、えーと、このページ以上です。15ページは以上。はい、で、あの、先ほど言ったように、私のクラスではそんな感じでもどんどん飛ばしていくんで、復習の時はそのマーカー部分だけ復習してください。で、周辺部は読まなくていいです。 えっとね、周辺部分はあの今はこれ全体構図だからねでまだあの週1回のペースだから、まあ、今読んでもらってもゆとりがありますゆとりがあるんで読めると思うけどねもうあの本論編始まったらそのマーカー部分だけもう手一杯になっていくからねなのでもう周辺部分はもう全然無視してもらって結構です、ね、もう全体構図もそれと同じようにやってもらったらいいからね はい、では16ページ。はい、じゃあ次のページはこの部分をマークしてください。はい、16ページの後半部分です。 じゃあマークのまず冒頭部分ちょっと最初文章難しいです法の実効性が国家の強制力によって確保されるということは、まあ、そこはあんまり気にしないで、えー、次見てください法内容を具体的に実現するためには必ず国家の強制力によらなければならないっていうね考え方があります要は自力でやったらダメだっていうことですね国家の え力によるべき、ね、あのー、何でもかんでもみんなが自力でやりだすと秩序が乱れちゃいますよねはいまあそれはいきませんのでねえー、国家のね力によるそして次の段落あなのでそのね真ん中に書いてるけどそんなことやっちゃダメですよっていう話ですね,ね借金返すな時にねあの押し立てていって力づくで奪ってくるとかね、まあ、そんなことやっちゃいけないよってことでこのように主人が 国家の力を借りないで自分の権利を実現することこれ自力救済と言います自力で回復を、えー、図ることを自力救済、はい、そして、えー、近代国家は社会秩序を維持するために、えー、一方において、えー、強制力を国家から,から、えー、取り上げて自力救済を禁止するそこもマークをしておいてください自力救済というものは禁止されています はい、ここはちょっと文章長かったですけれども、えーまあ、端的に言うとそのタイトル自力救済というのは禁止されてるんだということを、ね、覚えておいてください、えー、例えば自分が何か物を盗まれました、ね、で盗まれて後日ねたまたまあのそれを発見してから その泥棒宅に自ら押し入って奪い返してくる、ね、これ自力救済だけどこれやっちゃうと自分自身も窃盗犯になっちゃうんですちょっと変な話だけどねまた刑法で勉強します、ねまあすのように自力で回復するってことはやってはいけないことになってるんですでまあちょっとねあの細かいお話だけどあのひったくられそうになったんで その場で奪い返す。これはあの許されます。そういった緊急性がある場合ね。それは許されます。で、やったらいけないのは、あの時間がこう空いている場合ね。自分がまず一旦盗まれました。で、後日、それ発見してから、ね、えー、こう奪い返してくるっていうね。あの、そういう現場でこう奪い返すようなパターンでないときね。 そういった場合はあのもう自力救済はダメですよと、ね、いうことになってるわけ現場の場合も仕方がないですよね今自分がひまさにひ,ひったくれようとしてる時にあ「確か勉強して自力救済禁止だった」って言ってね言われちゃったら、ね、もうあと取り戻せない可能性あるからねもうそういった場合は緊急性があって仕方がないから、ね、そういう場合であれば許されます <laughs> はいじゃあ16ページ以上。 はい、17ページは何もありません。<laughs> はい、じゃあ、16ページと17ページは今のところね、自給救というものは禁止されているんだ。それを覚えておいてください。はい、では次は18ページです。十八ページ。はい、次は、えー、法の分類。はい、まず、そうですね、こちら、補助教材を <laughs> ここに切り貼りしておいてください。こちらの補助教材。 はい、こちら、ね、補助教材というものがありますけど、えー、それの P18 というところ、この P18 というやつね、でえー、と今日は復習の時にやっておいてもらったらね、いいです。えー、と慣れてきたら、皆さん、あのもう授業中、ね、あの指示が出たら、ね、すぐその場で切り合いされていますけどね。 まあ今回ここに切りありするんだということ分かるようにね印でもつけておいてください、まあ、今できるんだったら、ね、あの貼っておいていただければいいです <laughs>、はい、じゃあまずちょっとこちら補助教材で確認しましょう法にいろんな分類があって、えー、広報と司法という分類があります広報は 国家と国民の関係を務めた法。これを広報と言います。<laughs> 国民と国民の間の関係を決めたもの。これを司法と言います。はい。まず、そのような分類。えそして、実体法と手続き法。内容を決めたものが実体法。その手続きを決めたものが手続き法となります。え一般法、特別法という分類もあります。 一般的に決めたものが一般法である特別な事柄について決めたものが特別法となります。はいまあ、こんな分類があってじゃあ本部の,ので具体例見ていきましょうこちらマークと印入れてください。 はい。えっ、ー、と、まずね、広報の例として、この EX。クスは、まあ、例、ということね。例として、憲法と刑法、これを覚えておいてください。いずれもし、えー、司法書士の試験科目です。司法の例として、えー、民法、それから、えー、商法、会社法。はい。これをね、覚えておきましょう。 えとまず司法の方だけど民法民法はまあ A さんと B さんがえ契約を結んだねその場合どうなるかっていうのが民法だからね民法はこれ私人間の法律司法ですから商法はこれは商人のね商人というのはやはり主人ですよね一般人ねですからこれもえ司法で会社会社もえこれはあのやはり 私人か公人かといえば私人ですから、ね、よって会社に関して決めた法律も司法となりますはいこれは民法商法会社をねいずれも私人私人,、ね、私人について定めた法律で司法となりますで憲法と刑法が公法になります公補はさっきの補助教材だけど国家と国民の関係を決めたものそれが公法例えば刑,、えー、と刑法は法 候補になります刑法はどんなことを決めているかというとこ、えー、こののよような犯罪をししたらられからの刑に、えー、課しますよ、ね、あのどんな犯罪を犯したらどんな刑罰が科されるかそれを決めているのが刑法ですよね。ということはこれはあの国家が国民に刑罰を科するっていう話だからこれは国家と国民の関係を決めたものと言えるわけ。ね、どんな場合に国家は国民に刑罰を科するかっていうね。 国国家と国民の関係、えー、それから憲法はねちょっとイメージ捉えづらいかもしれませんがやはりこれもに分類されます、えーとね、憲法は例えばあの表現の自由とかねよく聞きますよね、えー、憲法で、えー、表現の自由はこれを犯してはならないというようなことが定められています。 表現の自由はこれを犯してはならない。であのそれ具体的にどういうことかというとあのこの国民が何か表現したときにそれに対して国が,国が弾圧をかけてはいけないていうねあのそういう趣旨なんです。この主人間の話じゃなくてねあの A さんがこう何か表現したときに、ね、B さんはそれねあのその表現をね こう抑圧ではいけませんよってこの A さん B さんなんだ話なくて、あの国民と国の間の関係を決めてるわけです。ね、あの国民が何かこうね、えー、表現をしたときね、でそれがあの国の考え方に反するようなことであったね、そういったことがあったときに、えー、こう国が弾圧をかけるね、ねそんな国だったら嫌ですよね。 非常に生きづらくなりますよね、はい、なのでそういったことをしてはいけないというのは決めたのが、えー、憲法なのでこれも国家と国民の環、ね、境を決めたものと、ね、いうことなんですはい、えー、そういう感じで私人間の問題が司法ね、えー、国家国民の環境を決めたものが憲法とあさい公法と呼ばれるもので、えー、憲法刑法が具体例です、はい、じゃあ次手続法と実態法これも司法書試験両方出てきます じゃ、これも印付けておいてください。はい、えー、っと、上に出てきた。広報と司法の例だけど。個人の分類は。 えー、全部実態法の方に入ります。憲法、刑法、民法、商法、会社法ね。全部実態法、ね。これはの、中身、ね、中身を決めた法律ということ。ね、中身っていうのはちょっと抽象的で分かりにくいけどね。えー、内容を決めたもの。で、えー、一方で、手続きを決めたものがあるわけ。EX。えっと、それは、あの、 最初の民事訴訟法そこだけ見ておいてくださいね。後ろはあの司法書士試験の科目じゃありません。民事訴訟法ねそこに着目。はいだとその手続き法は、えー、あと二つ追加でそちら書いておいてください。不動産登記法と商業登記法、えー、これも手続きです。その民事訴訟法の近くにね不動産登記法商業登記法二つ追加で入れておいてください。 えっとまず民法,、ね、民法は実態法の範に入っているけど、えー、民法では、えー、例えば、えー、不動産の売買をしたら、えー、登記をしましょう実際には条文はそういった表現じゃないけどね、まあ、ざっくり言うとそんなことが民法に書いています不動産の売買をしたら登記をしましょう、ね、これ民法の話、ね、で民法ではそこまで決めているんだけどじゃあその登記という手続きは具体的にどのようにするのか そこまでは民法に決まってないわけ。で、民法に、まあ、登記しましょうということが書いてあるから、これを受けて、別途不動産登記法という法律が作られて、こちらの法律の方で、不動産登記の手続きは具体的にこうやってやるんだということが決められています、ね。なので、不動産登記は民法を受けた手続き法。ね、登記手続きに決めたも、えー、ついて決めたもの。商業登記も同じです。えー、会社法という法律で、えー、会社の仕組みが 決められていますで、やはりこの会社についても、えー、登記をしなければいけないということになってます、ね、でも会社法という法律の方では登記しな,しなければいけないということを決まっているだけでその登記のやり方までは書いていませんじゃあ登記はどうやってやるのかということについては別途、ね、商業登記法という法律が設けられてこちらの方で、えー、詳しく決められているということ はい、その,ように、ね、あの中身を決める実態法があって、ね、それを受けるあの具体的手続きを決める手続き法というものが設けられているということです。<laughs> はい、では次、はい。3番。一般法と特別法。はい、これも EX、印をつけてください。<laughs> はい、えー、っとまあ例としては民法が一般法、商法が特別法となります。えー、民法はそこ書いているように取引全般について決めたもので、商法は取引の中でも特に、えー、商取引、小人間でする取引と思ってください。商取引っ,て言ったね、小人間の取引。 それについて決めたものはいそのようにまあ取引すべてしなくてね承認間の取引商取引に特化して決めたもの、まあ、それが商法でこういったものを特別法といいますはいそしたらえー、っと A さん B さんの間で商取引がされてる時 A さん B さんの間で 小取引がされているときは、えー、商法か民法かどちらかのどちらの規定を適用することになるでしょう。これは商法です。A.B 間で小取引がされていたらね、そこで適用するのは商法ね。確かに民法も取引全般について決めててるんだけどね。民法そこで適用したら商法つく商法という法律の意味がなくなっちゃいますよね。 だから当然ね、あの、今申し上げた場面では、商法の適用するわけ。で、まあ、今のようなことを、特別法は一般法に優先するとね、呼んだりします。特別法は一般法に優先する。えっ、ー、と、どういうことかというと、ね、まあ、あの、商取引だったら確かにね、まあ、両方適用は、あの、可能なわけ。商取引だからね、商法も適用できるし、から商取引も取引の一種だからね、 やっぱり民法も適用できるわけ、ね、でもどっちもこう適用できる場面どちらも適用できる場面においては特別法の方をまあ適用しないことにはね特別法の意味がないですねはいなのでそういった場合は、えー、特別法を優先的に適用しましょうということになってね、まあ、そのことを、えー、特別法は一般法に優先する、ね、特別法の優先適用するよということです特別法は一般法に優先すると呼んでいきます それでは次のページ、えー、19ページです。はい。では、あの、今の18ページのところでは、あの、法律の分類、法の分類ね、その、それぞれの具体例合わせて覚えておいてください。じゃあ、19ページ。条文の読み方。まず、こちらタイトルをマークしてください。条文の構成。 はい、では、下におります。あと、括弧2番と3番。こちらもマークしてください。括弧2番と3番。はい。では、このページはマークは以上です。タイトルだけマークしておいてください。19ページ。まず、縦1番の上部の構成。で、次、括弧1、2、3とマークしておいてください。はい。ここは、上部の読み方です。えー、まず、上部には括弧1番。 上、高五と3つ出てきます。ex、見てください。真ん中の ex。刑法19条で丸1、丸一で、次に関数字で、1、2、3とね、ありますけど、えー、これ、出てくる数字、前から順番に、19はこれ19条と読みます。刑法19条。で、次の、丸一丸二のところね。次に出てくる数字を、えー、え、と言います。 そのがこうですで関数字1234そこを5と言います、はい、ですから刑法の例えば刑法の19条1項4号といえば、えー、その前後に書か,かれる物の対価として得た物そこを指すことになります、まあ、その後ろにも括弧で19条1項4号と書いてあるけどね はい、まずその条文の、えー、と番号の読み方確認しておいてください、はい、じゃあ次は括弧、えー、に本文と正し書きはいえっ、ー、とじゃえっ、ー、とこれ、まあ、そこの本、えー、と文書にも書いてますけど上の条文刑法の19条の2項を見てください刑法19条2項上の条文の方ですよ 没収は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができるただし犯人以外のものに属する物であっても犯罪の後にそのものが上司って取得したものである時はこれを没収することができるとね書いてますですのに一つの条文が前半後半区切られて後ろ正しで始まる部分ねそこを正し書きと言います でえー、っと前半部分をね逆に、えー、本文とね読んでいきます。えー、っと前段部分、没収は、えー、犯人以外のものを属しない物に限りこれをすることができるということだからまあ犯人のものだけね没収できるということだけどまあ、これは。あのー その犯罪があって例えばその犯罪で得られたお金とかね犯罪で得られたお金とかあるいは犯罪で用いられた凶器とか、ねまあ、そういったものを取り上げることができるわけ、ね、そうことを没収というわけねで没収は、ね、犯人のものだったら没収できるんだけど、まあ、第三者のものはそれは没収できないよと、ね、いうことがそこに書いてるわけ、はい、でも正し書きのところで、ね、例外が述べられていますただし 犯人以外のものに属する物であってもね、えー、犯罪後にそのものが常を知って、はい、こんな言葉もよく出てくるんでね、あの、事情を分かってっていう,ような意味です、ね。事情を分かった上で取得したものであれば没収できる。 なので例えばその、ね、凶、え、器、ー、と,として用いられた物があったんだけど、ねまあ、それは犯罪後に事情を分かった上で買い受けたものがいた、ね、そしたらそれは、まあ、確かに第三者のものになっちゃったんだけど、ね、今の正し書きが当てはまって、ね、それは没収できるよというような話です。 えっと、そんな形で本文正し書きとね、いう形で上部を見ていきます。はい。じゃあ、カッコ3番見てください。前段後段。はい。これもね、あの、本文正し書きと同じで、前半後半区切られてるっていうところが共通。で、正し書きが、えー、っあったら、正し書きがあったら、カッコ2番と思ってください。正し書き、正しっていう言葉があったら、本文正し書き。で、単に丸で終わって、後ろが始まってるっていう場合は、 前段後段と読んでいきます。はい。まあそちら、えっ、ー、と、例を見てください。憲法21条2項、えー。検閲はこれをしてはならない。で、丸。で、次、正しいっていうことは入ってないですね。単に丸で区切られてます、えー。通信の秘密はこれを犯してはならない。はい。このように、えっ、ー、と、正しいって言葉が入ってなかったら、前段後段とね、読んでいきます。 はい、えー、っと今、ね、あの検閲と、ね、ありましたけど、検閲というのはあの国家が、えー、書物の内容を審査することです。まあ、それを検閲と言います。国が、ねえー、本の内容を審査すること。ねでえー、これはけしからんというものがあれば、ね、それの発行を禁止すること。まあ、それを検閲と言います。ね、で えーそのね、国が、ね、その書物を審査して、ね、発行禁止することこれは表現の自由、ね、表現の自由を犯すことになるから、えー、そこを書いてるようにこれは、えー、してはならないと、ね、いうことになってます。はいまあ、それはまた憲法で出てきます。 国がね、えー、その書籍を審査してね、えー、発表を禁止することねそれが検閲でしてはならないでまあそこであの憲法なんかで出てくるのはじゃあ,あの教科書検定はねあのこの憲法に違反しないかとかねそんなお話が出ていたりしますまあ教科書検定もある意味その教科書の候補があってねまあそれをこう審査するわけです。 ですので、その教科書検定に通ったものだけが教科書として採用される。ね、そしたらそれは今の検閲ではないのか、ね、ということが問題になるんだけど、これは検閲ではないとされています。まあ、それはどうしてかというと、えーまあ、確かに教科書検定通らなければ、教科書としては発表できないけど、一般図書としてなら発表できます。ね、だから、普通の、普通の本です。 教科書としては発表できないけど、一般の書籍としてはね、あの発表できるわけだから、そこで自分がか考えていること、ね、そこをであの自分の、えー、考えを表現することが、えー、できるわけだから、ね、よってこれは検閲には当たらないというね考え方になっています。要は検閲とうはもう一切の発表を禁止すること、それが検閲と,いとねということです。ね、なので教科書検討は、教科書という 場においてはね、教科書という場においては発表を禁止するけど、ね、別に他の場所においては発表を禁止しているわけではないからね、まあ、これは検出してないということ、はい、では、えー、このページ以上、はいえー、19ページは上部の読み方を、ね、確認しておいてくださいじゃあ21ページを移ってください、はい、それではこちらをマークしましょう21ページ。 4番、5番、21ページの4番と5番ねタイトルと本文マークしてください。 えとね、以前以後以内から「い」という言葉が外れてね「前後ない」この言葉もしょっちゅう出てきますこれは日曜予報と同じ「以前以後以内」これは基準となる時間を含めてそれより「前後うち」を意味します単に「前後うち」たれば基準となる時間を含めずに、えー、次の「以上以下超える未満はい、これも同様 はい。まあ、以上以下で考えてみましょう。日常用語で、以上、例えば1万円以上って言ったら、ちょうど1万円含むっていう意味ですよね。だからそこは法律用語でも同じということです。ね。いっていう言葉がついたら、ちょうどイコール含むという意味。ね。だから、あの、以前っていう言葉、ね。以前だったらちょうどその時点を含むっていう意味です。ね。で、あの、いいっていう言葉が外れて、単に前と書いてあったら、ちょうどその時点を含まないっていうね。 そういう意味に読んでいくということですはいですからねあの過去5番で、えー、ちょうどその時点含むんだったら以上以下っていうこういった言葉が使われるしちょうどそこ含まないんだったら、えー、超えるとかねあるいは未満とかこういった言葉が使われていきますはいそれでは次は6番こちらマークしてください はい、6番の「推定する」と「見なす」この言葉も大事です、はい、まず「推定する」は異なるという証拠これを、えー、と反対の証拠っていう意味で「反証」と言います。反証を挙げて推定を排除覆すことができるもの。 漢字で書くと難しいけどね「みなす」は逆にその反証というものが許されないものになりますはい例を見てください EX「占有者が占有物について行使する権利」ね、何かものを、ね、物を占有している人がいますでその人がその占有物について行使している権利 所有権としましまょうそれは適法に有すると推定されるというね条文があります、ね、皆さんも、ね、手元にいろんな物を占有されてます。ね、で占有者が、えー、占有物について、えー、行使する権利、ね、その手元のものをいろいろ自由に使っている。 これまさしく所有権という権利があるからね、使えるわけです。ね、その権利はね、それは適用にあるんだと推定するとね、いう条文。ね、まあだから、もう少しざっくり言うと、ね、何かこうものを占有している人がいたらね。その占有者は所有権があるんだなと推定されるってことです。ね、その人は所有者なんだなと推定される。はい、でも、そうでないこともありますよね。 自分の手元にあったら全部それ自分の所有かというと、ね、そうでないこともあり得ます。人から借りてるものとかね。はい、なので、これは一応推定するということだから、ね、マークの通り、いやいや、違うんだっていう反対の証拠を挙げて、えー、この推定は覆すことができます。ね、一応 A 君が手元に占有しているから、それは A 君のカメラと推定されるけど、 でもいやいや実はそれ B 君から借りてるカメラなんだっていうね反対の証拠です、ね、反対の証拠を出して、えー、その A のカメラだと推定されてた部分ねそれはひっくり返す覆すことができるということですはい推定っていうのはねあのそういうものね一旦はそうだと推定されるんだけど反対の証拠で、えー、ひっくり返せるものでこれが条文で「みなす」という条文だとねそ,その反証ができないもの となります仮の住所仮の住所を決めた時は、えー、それを本当の住所その、えー、仮の住所を本当の住所と見なそう、ね、これ見なすっていう条文になってますね。はい、だからもうこれについてはあのー、もう法律でそう決まっちゃって、えー、反対の証拠でひっくり返せないとね。 有毛です。で、えー、これもね、あの、今後の勉強で、あの、この推定するとみなすが出てきたらね。その都度、えー、注意をしておいてほしいんだけど。えー、本試験問題で引っ掛けで、これよく出てくるんです。その推定するとこみなすと、書っかえてね。問題出したり。 例えばさっきの条文188条ってね。えー、占有者が占有物について行使する権利は適用に有するものと見なす。というような形にね。えー、そこを置き換えて引っ掛け問題にしてくることが多いです。ね。そこはちょっと見なすなのか推定するなのかね。しっかり正確に覚えていく必要があるということ。はい。まあ、それともう一つは、あの、もしそこ、あのー、 覚えてなかったとしても、毎日そういった枝があったらね、あ、これひょっとしたら引っ掛けじゃないかなと疑うってもう一つの手です。ね。この一つの枝があってね。枝があって、こうわざわざこの文書の末尾がみなすと終わってる。ね。ただちょっとすら怪しいです、ね。結構あるんです、このパターン。ね。みなすと終わってたら、ね。これ実は元の条文が推定するっていう条文でね。引っ掛け問題しているというパターンが往々にしてあるからね。 その場合はちょっとねあの逆に疑ってみることはい、まあ、そんな感じでねこれ、まあ、引っ掛け問題のねあの、まあ、引っ掛け問題嫌嫌な問題なんだけどね、えー、それのよく題材とされるものですはいでは7番はいではこちらマークしましょう。 はい、ある法律関係がある場合に直接関与する人のことを当事者それ以外のことを人を第三者と言いますそして善意悪意これもよく使う言葉ある事情を知ってることを悪意知らないことを善意と言います、はい、A さんと B さんの間で売買契約をしました そうすると、その売買契約については、A さんと B さんのことを当事者と言います。当事者ね。で、C さんの、という人が出てきたら C さんは第三者。ね。その AB から見て第三者。というまず考え方ね。当事者と第三者。で、えー、C さんがその AB 間の売買を知っていた。ね。そしたら C さんのことを悪意の第三者と言います。 法律用語で、あの、善意悪意っていうのは知ってるか知らないかっていう意味で使うからね。いい悪いじゃありません。で、AB 間で売買契約がされていて、えー、第三者の C さんが、その AB 間の売買を知らなかった。その時は C さんのことを善意の第三者と呼んでいくとね、ということです。はい。まあ、そんな感じで、まあ、カッ7番とカッ8番の言葉を結びつけて、えー、悪意の第三者とかね、善意の第三者、こんな言葉も今後よく使っていきます。 はい、では次のページ二十二ページ見てください。じゃあこちらをマークしましょう。括弧一番と二番。 これちょっとまた違う話で、法律には強行法規と任意法規、2種類あるよってことです。えっと、それぞれ、えー、強行規定、任意規定とね、呼ぶこともあります。法規の代にね、強行規定、任意規定。えっと、強行規定は、えー、これに反する当社間の契約は無効となるもの。あ、次に書いてますね。強行規定とも言います。任、え、意、ー、規定は、 当社によって要件効果を変えることができるもの、はい、これ2位規定といちいちあの覚えなくていいんだけど法律にはもう絶対その法律の通りっていう条文だねから当社間で変えることができる条文があるわけはいえー、っとそれはあのもう必ずその法律の決まりに従わなければいけないっていうことであれば強行規定と言います 峡谷ってね、で、法律と一応こう決まってるんだけど。私たちの間、ね、私たちの間では違う扱いにしようとね。法律をこう、当事者間では変えることができるもの。もあった、あったりしてね、そういったものは、えー、任意規定とね、呼ばれます。はい、まあ、絶対その法律の通りか、あるいは当事者間で変えることができるかの違いとなります。はい、では、時間なんで、ここで休憩しましょう。 じゃあ、えー、と10分間ね、えー、休憩取ってください、その後、えー、後半スタートします、はい、それでは後半、始めましょう、<laughs> はい、えっ、ー、と、では、前半は22ページのところまでね、やってました、えー、強行規定と任意規定っていうね、2つがあるんだと、ね、いうところ、法律の条文だけどね、 えー、もう必ずこの法律の条文通りに従わなければいけないというねそういった強行規定というものといやいや法律はこう決まってるんだけど私たちの間はこうしようじゃないかとね変えることができるものそれ,、まあ、それが任意規定2種類あるということですでいちいちあのこの条文は強行規定とかこっちは任意規定とかね別に覚える必要ないです、ね、たまにあの えー、いろんなあの例えば過去問の解説とかでこの条文はあの強行規定だからとかねそうやって解説で言葉とかが出てくるんで、まあ、その時に意味を分かるようにしておいてくださいと、ね、いうことです、はい、では次のページ23ページ見てくださいはいじゃあこちら括弧、えー、A それから括弧 C マークしてください23ページ もう一つ括弧 f。はい括弧 a c f とね。タイトルマークしておいてください。法律の条文の解釈の仕方です。括弧 a c f。はい、じゃあ。えー、具体例。三点印つけてください。 はい、丸一番、二番、三番、三つ印。あ、ここは印にね、しといてください。はい、えー、っと、同じ一つのルールでも。解釈の仕方によって変わるよってことです。えー、括弧三番具体例。このアパートで。 猫を飼ってはならないというね、ルールが、えー、あるとします。じゃあ、それをどう解釈するか。はい、まず、丸一番は、えー、そのルールの目的を考えるという解釈です。それを目的論的解釈と言います。猫を飼ってはいけないということは、えー、その目的を考えると、猫は、えー、部屋を汚すから飼ってはいけないんだろう。まあ、そういったルールなんだろう。はい、そのように考えて、 猫以外でも部屋を汚すようなペットは飼ってはいけないんだと解釈すること、えー、このような解釈を、えー、目的を考えた解釈でね目的論的解釈といいます 2> 丸2番。類推解釈、はい、ちょっとまあ,あの目的論的解釈と区別が難しいですが、えー、類推解釈というのは、えー、とよく似たものに当てはめる解釈です。よく似たものに当てはめる えー、猫のほか犬や鳥などの、えー、ペットこれは猫ではないが、えーまあ、ペットという点では猫と似てるから、えー、やはり飼ってはいけないんだろうはいすなによく似たものに適応すること、えー、それを類推解釈と言います。丸3番全く逆に解釈する方法猫を飼ってはならとない,いうことは、えー、じゃあ犬ならいいんだな。 ね解釈することはいこれは反対解釈と言います一番二番いい人三番悪い人 <laughs> まあいい人悪い人っては語弊があるけどまあ解釈の仕方によってね解釈の仕方によって、えー、全くね、えー、と結論変わっちゃうよとねいうことになりますはいま一、あ、番二番の解釈だったら。 あのえー、と猫以外のものも飼ってはならないという、ねえー、ことになっていくし、えー、3番の解釈だったら逆に特、ま、逆で猫以外だったら飼ってもいいと、ね、いう解釈になっていきます。はい、で、えーとね、この解釈の仕方は、えー、今後もよく使っていきます。1番はあんまり使うことないですが2番3番よく使いまして「えー、民法第何条を類推解釈して」とかね あるいは民法第何条を反対解釈してとかそんなやり方でねあの実際の勉強の中でこの解釈の方をよく使っていきますはいなのでまあね一つの条文があってもね、まあ、いろんな解釈の仕方があるんだっていうことを知っておいてくださいで、えー、と23ページの括弧 B 見てください括弧 B それはマークはいいです えっとね、分離解釈っていう方法があって、これ、文字通り、言葉通り解釈することです。で、実はね、これがあの、えっ、ー、と、当然の解釈です。分離解釈。ね。えー、猫を飼ってはならないっていうルールがあったら、文字通り、文字通り猫を飼ってはならないんだなとね、解釈する方法。それは分離解釈。で、 当然あの逆に言うとそれがあの一番よく使う解釈分離解釈はね、はい、でもそれは当たり前ですよね文字通り解釈するのは当たり前だからなのであんまり意識しません、ね、民法第何条を分離解釈してとかねそういうことはわざわざ言わないわけもうそれは当たり前の解釈だからです、ね、だからねあのこであの出てくるのは、えー、その当たり前の分離解釈じゃなくてちょっと違った解釈をする場合ね はい。そういった場合に、あの、意識を持つところとなります。今回は分離解釈じゃなくて、類推解釈をしてるなとかね。今回は分離解釈じゃなくて,回軸をてな、ね、回くて反対解釈してるなとかね。はい。それではこのページ以上となります。じゃあ、24ページ。 はい。えー、っとね、24ページは、え判、ー、例学説というところ。民法の勉強などでは、えー、いろんな判例だとか学説なんかも勉強していきます。で、えぇ、ー、まあ、もしあの、判例と学説で考え方が違うってことであれば、えー、皆さんは判例ベースで問題を解いていくことになります。ね。なので、まずは判例をしっかり覚えることね。 で、えー、下の図表を見てください。下の図表。マークはいいです。えー、そういった番号が出てきたら判例だってことを分かるようにしておいてください。テキストの文書ね、そういった番号がついてたら判例です。えー、再反省とあったらね、これは最高裁判所の、えー、商法廷で出された判決ということです。えー、そして、最大判 「大」という言葉がついてたら最高裁判所の大法廷で出された判決ということで最高裁判所は、えー、3つの小法廷と、えー、それが合わせた大,大法廷 <laughs> とねありますで、えー、っと各小法廷は裁判官5名ずつです裁判官5名ずつで、えー、3つの小法廷ができてます で普通の事件はこちらです。普通の事件は小法廷、ねまあ、でも大きな事件になるとその15名全員が揃って大法廷が開かれます、はい、なのでその判例でもね「あの大」ってついてたらその大法廷で出された判決っていうことだからより重要な判決となります、ねまあ、たまにあのテレビでその最高裁判所の場面ねあの15名の裁判官がずらっと並んでる場面 ひょっとしたら見たことあるかもしれませんね。まああれが大法廷とねということです。はい、まあよほどのね大きな事件を扱う場合です。<laughs> はい、なのでまあ当然ね最高裁判所が出した判例だからどちらも重要なんだけど、まあ特にその大という言葉がついてたらより重要な判例ということでね意識を持って見ていくようにしましょう。はい、あとはあの、えー、まあこちらは少数になりますけど場合によっては 最高裁判所じゃなくて、えー、その下の裁判所が出した裁判例ね、えー、高等裁判所であれば東京公判所とかねあるいは大阪地裁だったら大阪地位判所とかね、えー、そんな判例が出てくることも、えーまあ、たまにはねあったりします。<laughs> 大大判とね一番下にあるのは、えー、そこ大審院とありますけどこれは最高裁判所の、えー、前進です。前前のの形ね最高裁判所の、えー前進 大臣、えー、と呼ばれていましてねそこが出した古い判例ということですはい、えー、それから次の25ページ見てもらって六法全書なんですが、えー、とこれは特になくても勉強はできます、まあ、実際にあの六法はね、まあ、全くあの持たないで合格されたっていう方もねたくさんいらっしゃいます でえーまあ、法律を勉強するんだからあの6法、えー、持っておきたいよ、ね、もそれはどちらでも結構であのもしあの6法全書を買われるんだったら、えー、とそちらにいろいろサンプル掲載がありますけれどもあのレック自身が出している司法書試験の受験用の専用6法がありますなのであのもし6法買うんだったらそれにしといてくださいレックが出している司法書試験の専用6法 があるんだね。はい、まあ、もし購入されるんだったらね、それをお勧めしておきます。はい、だから、そこの図を並んでいる六法は、あの、別に司法書士試験に限らずね。あの、法律全般です。で、特に、ね、あの、司法書士試験に、あの、必要な法律ね。あの、面において、あの、作った司法書士試験六法、これをレックの方で出してるんでね。 まあ、もしね、買うんだったら、そっちがおすすめとね、いうことです。はい、では、こちら以上です。はい、それでは、次は二十九ページ移ってください。はい、じゃ、あ次は民法を見ていきましょう。 はい。えっ、ー、と、全体構成は今回とそれから次回ね、えー、は、えー、民法のところを見ていきます。あ、次回はあと民法と不動産東京かね。次の科目も見ていきます。で、えー、まあ、少子試験で皆さんが勉強する科目ですね。ま、あそれはあの本当に外観になりますけどね。ま、あどんな科目があるのかということを、えー、まあ、簡単なところやりながらね、順次見ていきます。はい。ではまず民法。 民法は司法試験の中で一番大事です、えー、午,前午前科目なんですけど、えー、35問中20問出てきます民法ね午前中35問中20問 <laughs> はい、えーまあ、最も取材数がね多い科目となりますでえー、っとねあの前半に え試験科目ざっとね見てもらいましたけどえこの司法書試験では主要4科目と呼ばれる科目がありましてえ主要4科目がまずこの民法それからえ会社法そしてこの2つを受けた手続き法になるけど不動産登記法と商業登記法これが主要4科目です司法書試験の民法会社法不動産登記法商業登記法ねこれが主要4科目。 この4つがあの出題科目数が多いものでこれでも大部分を占めていきますでそれ以外の科目,え科目のことをまとめてマイナー科目とね呼んでいきます相当はマイナー科目なので、まあ、憲法なんかはマイナー科目に含まれますはいそれでは、えー、29ページ民法 見ていきましょう。次のページ、三十ページ見てください。はい、三十ページ。図用のタイトルをマークしてください。 はい。え、民法でいろんな契約について勉強していきます。まあ、ここは契約の基本的な形。えー、どうすれば契約が成立するか。ですが、まず、えー、申し込みと承諾。これが合致することで契約が成立します。えー、売りましょう。買いましょう。というね、申し込みと承諾。この意思表示の合致で契約成立。次に、契約が成立するとどうなるか。 売買契約だったら、まず、所有権という権利が移転します。えー、まあ、それ土地を表す記号だけど、もともとこの土地の所有権は売主公にありました。売買契約をしたことで、えー、土地の所有権が買い主オツに移転します。まずこれが一つの効果。所有権が移転する。からもう一つは、代金債権引渡し債権と呼ばれるね、債権という権利が発生します。 でえー、と今、えーとね、ここに債権とありましたけどもう1つ、こちらの所有権この所有権という権利はこの債権という権利に対して物件と呼ばれる権利です所有権という権利はね、えー、物件、まあ、どこか近くに書いておいてください所有権は物件の1つ。物件の一つ えー、所有権という権利は物件物の権利ね物件の一つですで民法で勉強する権利で物件と債権と2つあるんだけど、えー、何が違うかというと物件は物に対する権利ですす物物権はに対る利だから土地だったら土地という物ね土地という物をこう所有する権利所有権なんかは物に対する権利で物件です、はい、ですからその図も所有権という権利の矢印 土地という物に対して伸びていますでしょう。ねまあ、それが物に対する権利ということを表しています。一方で債権という権利は人に対する請求権です。債権は人に対する請求権。物に対する権利じゃなくてね人に対する請求権。 民法の権利は大きく2つあります、物に対する権利である物件と、人に対する請求権である債権、この2つがあります。はい、で、この代金債権と引き渡し債権は、今言ったように、人に対する請求権。 じゃあ具体的に言うとどういうことかというと代金債権はオツ、えー、に対して代金を払えと請求できる権利ということになります、まあ、それが代金債権ということね引き渡し債権はオツ、えー、が公に対して土地を引き渡せと請求できる権利はいすでに人に何かを請求できる権利のことそれを債権と呼んでいきますはいこのように売買契約が成立すると えー、所有権という物件が移転するという効果、ね、それと、えー、債権という権利が発生する、ね、その所有権の移転と債権の発生この2つのことが起こりますはいそして、えー、とその債権という言葉でねあと確認してほしいことが、えー、とよく聞く言葉で債権を持っている人のことを債権者と言いますで相手が債務者 と言います、はい、だからその一番の代金債権について言えば「公」が債権者「オツ」が債務者となります。二番のあごめんなさい次も番号一緒だったかあごめんなさい番号一緒でしたね。1番の次引き渡し債権引き渡し債権。引 ね、そっちに、えー、着目すると、えー、その引き渡し債権の債権者は「おつ」債務者が「こう」と、ね、なります、えー、っと一般的に、えー、っと日常用語で「債権者」「債務者」っていう言葉よく使うけど一般的には債権者というのはお金を貸してる人債務者というのはお金を借りてる人のことを呼ぶんですね、はい、でもそれは、ね、あの今と同じように言うと「えー 金銭債権という債権がまずあってねでその金銭債権という債権を持っている人のことを債権者と呼んでいるわけだからそれがお金を貸している人で相手方を債務者と呼んでいるわけで、まあ、債権者債務者の例としてね、まあ、そのパターンが一番多いからねよく日常用語的にもその形で使われるんだけどえ法律的には別にそれに限らずね全て債権者債務者と呼んでいきます 代金債権でも引き渡し債権でも、ね、全部、ね、一律その権利を持っている人を債権者相手を債務者と呼んでいきます、はいえー、とその言葉を、ね、債権債務者という言葉とは確認しておいてくださいということそれからもう一つはあの今と同じことだけど、えー、代金債権のことを代金債務と呼ぶこともあります引き渡し債権も同じ引き渡し債務と呼ぶ,呼ぶこともあります で、それはどっちから見てるかの違いです。こうから見たら、こうは代金債権を持っているということになるけど、逆に、オツの方から見たら、オツは代金債務を負担しているっていうように言えるわけね。ねだから、まあ、どちらから見るかによって、債権と呼んだり、債務と呼んだりしていきます。 はいじゃあこちらの図表で、えーまあ、契約の仕組みね基本的なところだけど確認しておいてくださいまず、えー、と売りましょう買いましょう申し込みと承諾が合致したら契約成立あだからあの契約書を作るとかねそういうのはあの別に契約の成立の要件じゃありません、ね、契約書なんか作らなくて口約束だけで成立するからね まあそれは皆さんもよく聞くところだと思いますけどね契約っていうのは別に、ね、契約書なんかなくても口約束だけで成立するんだで契約あの契約書を作るっていうのはね証拠を残しておくためです一応あの法律書は口約束だけで成立して,してるんだけど、ね、でも形にして残しておかないと後で分からなくなりますよね証拠として残しておくためのものが契約書となりますはい では、次はこちらをマークしてください。同じく三十ページ、諾成契約っていうところ。 じゃあこれは言葉を覚えておきましょう、えー、口約束だけで成立する契約のことを奪成契約と言います奪、えー、は承諾の奪性惰性契があったら成立するよというイメージで奪、ね、成契約と言いますで民法の契約はもうほぼ奪成契約です、まあ、一部だけ、ね、例外があります はい。ほとんど脱税規約なんだけど、例外があって、次のページ。はい。31ページです。こちらをマークしてください。 は例外、用物契約というものがあります。物の引き渡しが成立要件になっている契約、これを用物契約と言います。はい、あごめんなさい、ちょっとキーワード言ってなかったですね。あの棒と言いましたけど、まあ、これ、あの黄色で塗って、キーワードに当たるところは上から重ねてピンクで、ねえー、塗っています。まあ、それで、前の画面ではオレンジみたいに見えてるけどね。 はいまあ、その辺は皆さんねあのご自身好きな色でやっていってください、はい、今の左右のページは「惰、え、性、ー、契約」それから「用物契約そこ」そこをキーワードにしておいてくださいで民法はほとんど惰性契約なんだけど例外的に「用物契約」というのがあってねあの口約束だけではダメで物の引き渡しをして初めて契約成立っていうもので一、えー、つ例ね覚えておきましょう 指示権設定契約という契約。それは用物契約になります。指示や指示屋さんの指示。指示権設定契約。はい、それが用物契約の例です。指示権設定契約。 質屋さんの七で権設定契約七夜さんに、えー、時計なんかを預けてねお金を借りるその時に、えー、この時計を預けるからお金貸してくださいはいいいですよってこの口約束だけでこれ契約整理しているかというとこの場合はそうじゃないということ、ね、この場合はその質屋さんに時計をこう渡した時点、ね、時計を渡した時点で契約整理するということになってます まあ、それが用物契約ということです。口約束だけでは成立ですね。物をこう渡して初めて契約成立となるもの。民法では例外的なものになります。はい。じゃ、あもう一つだけちょっとね、例を覚えておいてもらいましょう。今のね、まず一つが試験設定契約ですね。もう一つあって、もう一つは。 えー、書面によらない書面によらない金銭消費対策書面によらない金銭消費対策 金銭消費貸借っていうのはおそらく分かるとは思うんだけどお金の貸し借りをする契約のことねで、えー、それをあの書面によらずにやった時書面によらない金銭消費貸借。要は言い換えれば口約束ね口約束でお金の貸し借りをした時ですでこの場合は、えー、用物契約になってますこの場合はお金を渡した時点で契約成立っていうことね お金を私たちで契約成立。<laughs> はい、ですから逆に言うと、えっ、ー、と今と逆で、えっと書面による金銭消費貸しならば奪争契約になるわけ。逆ね。だからあの。 まあ普通はそっちの方になります金銭昇恵退縮契約書を交わすで契約書を作成して、えー、書面によって、ね、書面による金銭昇恵退縮契約をしたのであればそれはもうその時点、ね、一生児があった時、えー、契約が成立しています学生契約。 えとそれはまた消費退っというところをやりますね。ちょっと細かいけどねそのような分類になってます、はい。用物契約としては今申しました2つ知っておいてください。試験設定契約と、えー、書面によらない金銭消費対策ね、まあ、これが用物契約として覚えておいてくださいであとはもう学生契約民法の種類はね、えー、民法の、えー、ほとんどはもう学生契約になります口約束だけで成立するもの。 はい、それでは次のページ、えー、32ページです、はい。また本論編でもやりますけど、全体構図で、ねえー、基本的なところを見ておきましょう。意思表示というところです。はいえーっとね、ここは意思表示に、えー 何か問題点があった時の処理です。目次見てください。目次32ページ。マークはいいです。えー、心理留保とかね、あるいは虚偽表示とか、えー、錯誤詐欺。はい。そのようなね、いろんな、あの、問題がある一生児がされた時に、えー、その効果一生児はどうなるのかということがね、民法で定められています。はい。では、34ページに移ってください。34ページ。 はい、そちらの、えー、3番から見ていきます、34ページ、こちらマークしてください。 はいえー、心理留保と読みます。まず読み方が難しいけどね。心理留保、えー。わざと真意と違うことを言うこと。えー、これを心理留保と言います。まあ、簡単に言うと嘘をつくとかね、冗談で言う、そんな場合。で、その、えーっとまあ、上下の図表で、本当は自動車をあげる気持ちがないのに、自動車をあげようという 意思表示をすること、これを心理療法と言います、はい、そうするとあの上の図表だけど、えー、っと意思表示をした人のことは難しい言葉で「表意者」というんだよね、左側の人そっちはあの無効になってほしい右の人はこの意思表示有効になってほしいと、ね、いうことになるんで、まあ、それをどっちにしようかっていうね、えー、っと調整を図っているのが民法です はい、この場合はどうでしょうあげる気持ちがないのにねあげようって言った、ね、そしたらこのねあげようという一生児は有効なのか無効なのかはいこれは原則は有効となります原則は有効、ね、次のページでまたマークするけどねこれ嘘をついてる方が悪いんです。 ね、なので、えーとこのね、この場合は自分の言葉には責任を取れということです、ね。自分の言葉には責任を取れということで、えー、この一生じゃすまは有効となります。ね、なので、原則自動車を上げないといけないということになります。はい。では、えー、35ページ。こちらをマークしましょう。 これはう嘘をつく方が悪いということで意思表示は有効となります、はい、よって法律効果が発生する、まあ、言い換えれば自動車を上げなければならないということになります、はい、ただし次はもうマークはいいけど またこのの辺は本論の方でやるからね必ず有効かというと例外もありますそこにそこに書いているところで、えー、誰が聞いても嘘と分かるような、えー、表示 <laughs> まあこれをただ信じてしまったというような人を保護しても仕方がないし表示者にとって酷な周知となるので こんなような場合は例外的に表依者を保護し、えー、法律効果は発生しませんはいまああの簡単に言うと、えー、その自動車上げるって言われたんだけどその言われた方がねいやそんなのね冗談だろうと分かってたような場合です、ね、言われた方がいやいやそんなの嘘だとねだと分,分かってた場合ね その時は、えー、一生じゃ無効になるということです。はい。だからここね、あの、原則有効なんだけど、ね、えー、っと、この有効になるとのは、相手が本当にその言葉を信じた時です。ね、自動車もらえるんだとね、信じた時。ね、その場合はその言葉を信じた、ね、相手方を守ってあげないといけないから、一生じゃ有効としていくわけ。 はい。まあ、そんな感じでね、あの、原則例外が出てきます。はい。それでは次。はい。4番マークしてください。虚偽表示。 病者と相手方、ちょっと言葉難しいけどね、えー、その2人がグルになって嘘をついた時虚偽表示と言います一緒になって嘘その表示を、えー、した時この場合は虚偽表示と言いますそこをキーワードにしておいてください、えー、前のページの心理留保これはあの A さんが1人で嘘をつくパターン 虚偽表示は A さんと B さんがお互い通じ合って嘘をつくねというパターンですですいません手前のページ34ページもう一回戻ってくださいちょっとそちらの,の言い忘れてましたがその「心理留保」の、ね「理」という言葉日常ではあまり使わない漢字ですけどもそれ、えー、っと内側っていう意味の漢字ですその「心理留保」流法の「理」っていう漢字ね内側 で心理留保ってのはどういって意味かというと本心は心の内側にとどめているっていうねそんな意味合いです口では自動車を上げると言ってるけどね口では自動車を上げるって言ってるんだけど本当は上げたくないっていうねその本心はこう心の内側に留保しているとどめている表に出してない、ね、だから心で思ってることと言ってることと違う とねいうこと、まあそれをねあの心理療法とね読んでいきます。心の内側にね本性をとどめているっていうような意味合いです。はい、じゃあもう一回こっち行きましょう。こんなねお互いあの A さん B さん通じ合って嘘をついてる場合。はい、これはどうでしょう効果は。 A さんに自動車、え、A さんが自動車をね、あげる。って言ってくるけどね。まあ、それ、本当は嘘。B さんもらうって言ってる。ね。で、それも、本心は嘘。はい。そしたら、この場合は、A も B も、両方ともこれ嘘だと分かってるわけだから、え、効にする必要性がありません。はい。なので、この場合は無効となります。 はい。なんでね、こんな、あの、嘘の取引するかというと、えー、その、まあ、表示者のところ A さんと言っていきますね。A さんが借金している場合、A さんが借金している場合に、財産持っていたら、債権者のそれを差し押さえられることがあるわけです。ね、だから自分借金してるから、財産ね、できるだけよそに移したいわけ、ね。で、友達に頼んでね、友達に頼んで、 自分の,この自動車とか不動産とかねお前にねあの売ったってことに売ったって話にしといてくれねっていうことだ友達の方もそういった事情だったらよし分かったねじゃあ協力してやるよっていうような感じでねまあお互いね本当は売り買いする気持ちがないのに売り買いを装っているってことですはいまあそういったケースを虚偽表示といってねまあこれはお互いにも嘘だと分かってるわけだから効果無効となります それではこちらをマークしましょう。 はい、ここは、えー、お互いに嘘だと分かってるんでね一生じゃ無効はい無効ということは、えー、この自動車の、えー、取引まあ今回だったらタダであげるって言ってるから贈与ですね、えー、これはもうなかったことになりますはいただしこれもまた例外的な話があってそこはもう今ねマークは結構だけどその続きに書いてます A さん、B さんの間で自動車の仮想の取引がされました。で、この後、B さんが、その自動車がね、まあ一旦自分の名義になったから、これを自分の、私の自動車ですよってことで、第三者の C に転売したというケースね。はい。そういったケースがあったらどうでしょう。ね、AB 間は無効です。AB 間は無効、ね。そしたら、 B から第三者の C に転売されたらね C さんもその自動車の所有権を取得できないことになるかそれちょっと C さん気の毒ですよねあの厳,密に言うと厳密に言うと AB 間無効 AB 間無効っていうことはもともと A に所有権があったでしょ A から B にこう所有権を移ってないわけ無効だから。ということは B さんのところには所有権はないわけだから ほんとだったら C さんも所有権を取得できなないっていとううことになっちゃうんだけどね、はい、でもそれだとあの何も悪いことしてない C さん気の毒なんでよってこの、ね、虚偽表示は確かに無効なんだけど事情を知らない全員の第三者、ね、全員の第三者が登場したらその人を保護しましょうというね、えー、決まりになってるわけはいそれがあのその,あの次に書いてるところ。 嘘の一生女を知らない第三者。はい、これ、あの、前半の言葉で言うと、全員の第三者ってことね。全員の第三者が登場したとき。はい、この場合はその第三者に対しては、えー、無効だってことをね、主張できなくなります。言い換えればその第三者は、えー、所有権を取得できることになります。 はい。そういう形で、ね、AB 間の話とまた第三者が登場したらね、また違う話が出てくるよってことです。はい。それでは次がこちら。はい。5番マークしてください。 次は、えー、勘違いしてた場合です。錯誤と言います。表示者の真意と実際に表示された意思がずれている場合で、えー、それがわざとではない場合、はい、ちょっと一言難しいですけども簡単に言うと勘違いをしている場合ね勘違いで少女をした時これを覚悟と言います、はい。じゃあ次のページ、えー、36ページ見てください。 はい、そちらの図表、えー。自動車を100万で売るつもりだったところが、えー、自動車を上げようとね、言ってしまった。はい、まあ、えー、っと、こんなことを作語と言います。えー、っとね、これ頭の中で100万で売ろうと思ってて、口で上げるっていうのは変だから、ねまあ、通常はそういうことは 起こらないですねこういったことが起こるのはその図用の下に書いてるけどあの売ろうと思ってたんだけど売買契約書と間違えて贈与の契約書にサインしてしまったとかねそういう場合になります。ね、売るつもりだった,だったんだけどね間違えてタダであげるという贈与契約書そこに間違って署名してしまった、ね、その場合に、ね、こういった錯誤が起こりえます。 はい。じゃあ、この前の効果はどうか。はい。こちらマークしてください。<coughs> えっと、こんなね、取り消すことができるという効果になります。えー、っとね、前のページは無効と書いてました。こちら無効ね。三十五ページは無効。で、えー、こちらは取り消すことができる。ちょっとね、無効と取り消すができるというは意味が違うんでね、えー。注意しておいてください。取り消しってはまた後ほど出てきます。 はい、えぇ、ー、の場合は取り消しができる。まあ、勘違いしてたんだからね、えー、その一生じゃ取り消しできる。ただし、これも例外があります。はい、例外も今やはり、あの、あんまり気にし,たしなくていいからね、その続き簡単に見てください。えー、些細なことを間違えていた。あの、軽微な錯誤です。軽い錯誤ね。軽微な錯誤101万と100万を間違ってた。 ね、もっと極端に言うと、1円だけ間違ってた。ね、だその金額1円だけ勘違いしてて、ね、それを理由として契約取り消します。ということを言われたら、相手も困りますよね。その、たかが1円で取り消されたら。ね、だからそういう、ね、あの、軽微な、ね、勘違い、軽微な策を出れば取り消しはできないことになってます。はい、それから、えー、表示者がわざとに近い間違い方をしている。 えとね、これあの下に言葉がありますけど重過失と言います、その直後ね、重過失。ちょっとそのわざとに近い間違い方とはねあのは意味、少し捉えづらいですがあのその、えー、A さんが勘違いしたんだけど その勘違いしたことについて、A さんに重大な過失があった時とね、いうことです。ね、だから普通だったら、普通だったら、そんな勘違いしないでしょう。というようなケースです。ね。普通だったら、そんな勘違いしないはずなのに。ね、エさん、なんでそんな勘違いしたんですか。ね、その勘違いしたことについて、A さんに、まあ、重大な落ち度があるというような場合ね。 はい。その時はやはり、ね、もうそれは A さん自身が悪いわけだから、取り消しはできませんとね、いうことになっています。はい。まあ、すのように、えー、っと、軽微な勘違いだとかね、あるいはその勘違いした A さんに重大な過失があった。このような場合は取り消しはできません。 いろいろ例があるんだけど今あの原則をしっから覚えていてくださいねもう一度35ページ戻ってください35ページはい今原則をしっから覚えていきましょう35ページでまず心理留保、ね、冗談で言った時は一生児は有効ですよ、ね、自分の言葉に責任を取りなさいということから次虚偽表示これはお互い嘘だと分かってるわけだから一生児は無効で次錯誤勘違いした時ね その時は、まあ、勘違いして、かわいそうだから、その一生児は取り消すことができる。ね。はい。まずは、あの、そんな感じですの。キーワードを見てね、えー、原則の部分、ね、そこをしっかり覚えていってください。ね。で、また、その、例外に当たるところはあるんでね、それはまた本論でやっていきます。はい。では、次のページ、37ページ見てください。はい。じゃあ、タイトルをマークしてください。 はい、えー、次は、えー、詐欺です。歌詞ある、えー、詐欺あこの冒頭の「歌詞っていう言葉もね今後頻繁出てくるんで知っておいてください。漢字を書くのはなかなか難しいですけどね読めるようにしておいてください。歌詞あの血管があること血管があることを「歌詞っていう言葉でねよく表していきます。 はい。じゃあ、えっ、ー、と、騙された時ですが、えー、騙されて契約を締結さられた。はい。この場合は、一生児を取り消すことができます。はい。こちらマークしてください。37ページの下です。 えっと、騙された場合も、さっきの錯誤と同じで、取り消しができるという効果になります。で、えっ、ー、とね、取り消しができるという場合、また次のページでやるけど、えー、一応有効と扱うっていうことなんです。これはさっきの錯誤も同じ。一応一生時有効として、でも取り消したかったら取り,、えー、取り消しもできますよ。というね、えー、処理。じゃあ、そのことを次のページ見てください。 はい、じゃ、こちらをマークしましょう。三十八ページ。はい、ここは取り消し、それから訴求項。二つの言葉、キーワードにしてください。 え、誤と、それから詐欺の場合が取り消しができるっていう効果なんだけど、その場合は図の通り、一生じゃとりあえずは有効としていくっていうことなんです。有効。で、取り消さなかったらそのまま有効になっちゃうということ。で、もし取り消せば、取り消せば、えー、最初に遡って無効となる。 はい。だから、まあ、取り消しができるっていう場合は言い換えれば、選択肢があるわけです。そのまま有効としてもいいし、無効ともできる。ね。選択肢があるわけ。<laughs> はい。そして、取り消したらどうなるかというと、えー、もう一度ね、その、訴求項というところ。図で、5月の1日に取り消しました。ね。そうすると、 その5月の1日以降を取り消されるんじゃなくて最初に遡ってってことです最初に遡って初めからその一生児はなかったことになるっていうことでそういった効果を訴求効と言います枠内もう一回ね読んでください一応有効に存在していた一生児とりあえずは有効と扱っていきますでこれを取り消しによって元々初めからそのような一生児はなかった とすることでこのように効果が遡るのぼ初めからなかったことにするそういった効果を訴求効と呼びますこの「訴求庫」という考えもね今後頻繁に出てきます。はいえー、じゃあここで補助教材欄外に入れてください。 こちらに、えー、貼っておいてください。またね。えー、とね初、初級校の逆、将来校と言います。えー、初級という場合は、遡って、えー、投資から無効となるもの。遡って投資から無効、取り消しはそうです。で、場合によっては将来校というパターンがあって、将来校の場合は。将来に向かって無効とな、な、る、っていうね、効果。で、えー、と。 取り消しはこれ訴求項だから、5月1日で取り消しをすればね、当初のこう遡って、4月の1日の時点からこの一生児はもう全くなかった。ね、当初からなかったことになるわけ。それが訴求項ね。で、将来項っていうことであればね、どうなるかというと、ずっとこう、とりあえず一生児がね、有効として存在しました。で、ここで取り消しをしたら、この5月1日まではこの一生児は有効で、以後無効となる。 だったら将来校ってことまあでもねあのそうやって将来行っていうねあのパターンも、ね、法律の勉強の中で出てくるんだけどこの取り消しについては訴求校で,すでえっ、ー、とね「初級校と「将来校で何が変わってくるか,、えー、かというと。 あの例えばねこの4月1日から5月1日この間まず一旦のえっと A さんから B さんに売買がされてます、ね、でこの辺でこの辺でねあの B さんからこう C さんに転売したとき転売そのときえっとこれ将来高だったらどうなるかというと将来高だったらこういうことを考えるわけね5月1日以降無効だからね。 だから、ここで転売があったら、ここは有効だから、C さんの転売も完全に有効な転売ということになります。はい。でも、逆に、初級校。ね。初級校と考えると、ここねこ、もうこの一生じゃなかったことになるわけ。ね。そしたら、毎日ここでね、B さんから次の C さん転売がされたら、ね。そしたら、それはね、無効ですよ。 もともと前提が無効だからね B から C への転売無効はい、まあ、そういったところに違いとしてね、えー、現れてきます、ね、その4月1日から5月1日の間、ねまあ、その間が有効か無効かという違いが出てくるわけ、ね、なのでその間,、ね、その間にこうまた別な人に転売されたらねその転売がまあ有効なのか無効なのか という形で、えー、影響してくるということです。はい、じゃあ,あのちょっと難しいところですが、えっ、ー、と取り消しは訴求項だということはね。これしっかり覚えておいてください。大事な知識です。はい、では次見ていきましょう。三十九ページ代理。 代理、はいえー、も、ね、民法の中で品質論点となります。主、え、要、ー、趣旨が代理人として、ね、あの仕事をすることになりますから、ね、自ら代理人である以上、代理の制度をよく分かっておいてもらわないと困るということにね、試験でもよく出てきます。はい、では、40ページを見てください,、はい。40ページ、こちらマークしてください。 はいえー、とここは法律効果が全面的に本人に帰属そちらキーワードにしておいてください <coughs>、はいえー、ちょっと文章難しいですが代理とは本人と一定の関係にある代理人が本人のために一生懸し、またこれを受けることで法律効果が全面的に本人に帰属する制度。 はい。そのキーワードのところの意味をね、よく分かっておいてください。次の図を見てください。はい。代理はこんな形。本来は、えっ、ー、と、ことオの間で売買契約をしてもいいんだけど、こうさんが、まあ、忙しくて契約に行けないということで、代理人に任せることができます。で、代理人の、えが乙と売買契約をした。っていう形ね。 はい。で、この場合、売りましょう、買いましょうっていう意思表示をする人は、へと、オツとなります。ダーリンと相手方ね、この間で契約を交わすわけ。はい。でも、契約をすると、さっきやったように、所有権が移転したり、債権が発生したり、そんな効果が発生しますよね。で、その効果はどこに発生するかというと、その効果は、こう、をつかんだということです。 なのでこの代理の場合はこの意思表示をする人と法的な効果が発生する人ねそこはちょっと違うっていうこと最初に見てもらった売買の,の基本的な形ねあれはあの2人の間で意思表示をしてで法律の法的効果が発生するもその2人の間でしょ普通はそこ同じ人のね同じ人になるわけ。 でも、誰やそこはずれるよってこと。ね。一表示をする人は、えぇ、ー、平と乙なんだけど、ね、所有権の移転とか、そういった法的効果が発生するのは、えー、本人のね、えぇ、ー、交通間で発生するんだ。それが、あの、キーワードね。法律効果は本人に帰属する。このキーワードが意味していることです。はい。じゃあ、その下マークしてください。こちら。 はい。えっ、ー、と、これが今申し上げたことです。この場合、代理権の範囲内で行った行為は、の効果は、すべて公に帰属します。土地の所有権は、えー、オツから公に移転します。オツから閉じゃなくてね、オツからも直接公に移転します。えそして、債権債務。代金債務とか、引き渡しあ、代金債権とか引き渡し債権です。ね、これは直接、 に発生するとと、ね、いうこと、はい、ですからそのマークの次に書いているように「甲」が、えー「オツ」に対して引き渡債権を持ちえそして「えー、オツ」は「甲、えー」に対して「代金債権を持つということになります。はい、そんな感じで、えー、法的な効果は全部あの本人に、ね、あの発生するよ本人に帰属するよっていうところねこれが代理の特徴です。 はい。それでは次のページ見てください。じゃあ40ページは以上でね。次41ページ。はい。このページは1箇所だけです。5をマークしましょう。 はい、え任意代理と法定代理の2種類があります。任意代理は本人の信任を受けて代理人となる場合。法定代理は本人の意思に基づかず、え次、法律の規定、法律の規定で初めから代理人と決まっている場合、それを法定代理と言います。本人が代理人を選ぶ場合が任意代理ね。法律で初めから決まっている場合が法定代理です。 法定代理の代表的な例は何でしょう法定代理。はい、これ代表例は未成年者のお父さんとお母さんです。あれが法定代理のね。未成年者の父母は、ね、初めから法律で代理人と決まってるわけですね。それが法定代理。 未成年者の父母で意だりはねあの本人が選ぶ場合で使用書士なんかは兄だりんですはいその二種類あるよってことね見ておいてくださいはいでは次は、えー、このページ以上です四十二ページ見てくださいはいではこちら、えー、丸三番マークしてください というとこキーワード <laughs>、はいえーと。これは代理が成立するための大事な要件。代理が成立するには、代理人として一生児、代理人としての、えー、一生児であること、本人のためにすること、はい、これを明らかにする必要があります。このことを懸命と言います。 これは、えっ、ー、と、その直後の図見てください。42ページのね、図表。それちょっとまた違う話だけどね、ちょっとそちら使わせてもらって、本人がこう、で、大人がへい、相手方がおつっていうね、こういった関係があるときに、へいが何も言わないで、おつと契約をしたら、おつはどう思うでしょう。それは当然、おつは目の前のへいさんと契約してると思いますね。 でこれでは有効な代理にならないということです。有効な代理が成立するには、えー、ちゃんと本人の存在、これを示すことが必要ということね。えー、要は、私は、えー、公の代理人の兵です、ね。ということを明らかにして、稽古しないといけない。そのことを上、県名と、ね、言います。で、えー、っとね、県名の名は名前の名。えー、県という漢字。 これはあの顕微鏡の顕だけど、えー、はっきりさせるっていう意味がある漢字ですこの「顕っていう漢字はね、えー、明らかにする明らかにするという意味の漢字あの顕微鏡というのはあの微生物小さなものを明らかにする鏡っていう意味ですねだから顕微鏡顕名ということは、えー、名前を明らかにする という意味ですす名前を明らかにする誰の名前でしょう本人の名前。ということね。誰の名前だったら意味がないですよね。そうじゃないですよ。ね、誰の名前を明らかにしてもそこはあまり意味がないんで、本人の名前ということ、ね。本人の名前を明らかにして、ね、相手にそれを伝えるということ、ねで。自分は本人じゃなくて自分は誰なんだということね。 それは相手にちゃんと、ね、示すこと、はい、それがあの有効な代理行為として求められるということですそのことを懸明と、ね、言います本人の名を明らかにすること,、はいでえー、とこれも今覚えなくていいけどじゃあそのもし懸明がなかったら、えー、契約どうなるでしょう懸明がなかったら。 これ、懸命がなかったら、下の図で言うと、おつ兵かの契約になっちゃうわけ。ちゃんと懸命がされたら、契約は、おつとこの間の契約になります。ね、でも、懸命がなかったら、相手方のおつは、目の前の兵と契約してると考えるから、ね、もうそのまま、ね、おつ兵かの契約になっちゃいます。ね、なので、ちゃんと代理の効果を本人にね、ね あの、帰属させるためには、件名が必要。はい、それでは次、またちょっと別の話。無権代理。タイトルマークしてください。四十二ページ。 はい。えっ、ー、と、代理人に、代理権がない場合、無権代理と言います。言葉通りだけどね。えっ、ー、と、事例のところを読んでみてください。代理権を持ってないにもかかわらず、兵は、えー、公の代理人として、おつ、隣で契約を締結しました。この場合どうなるか、という問題です。はい。では、その直後、マークしてください。無権代理、キーワードにしてください。 代理人として代理行為をした者が当該行為について代理権を有しない場合、これを無権代理と言います。はい、まずここは言葉をね覚えておきましょう。代理権がないときを無権代理。 じゃあ、その無権代理がされたときに、ちょっと次難しいんですけどね、えっ、ー、と、どんなことができるか、43ページ見てください。はい。では、こちらマークしましょう。43ページ。 でまず一行目二行目、勝手に無権代理をされたとき、えー、本人ができることです。本人は、えー、追認することができます。当然追認拒絶することもできます。追認というのは追って認めるということね。えっ、ー、とね無権代理人が勝手にこう契約をし,しちゃったんだけど。 それ、場合によっては、本人にとって都合がいい契約、ということもあり得ます。だから本人は、その契約を認めたかったら、認めることもできるわけ。ね、もともと、無権代理だったんだけどね。そのことをツインって言います。ね、前のページだと、あの、無権代理人が、オツから土地を買ってるわけ。ね、でも本人は、あの、もともとその土地を買いたいと思ってた。 で、えー、無権代理人が、えー、結構ね、安い値段で、えー、買ってきてくれてた。そしたらそれはぜひとも認めたいですよね。なので本人は追認することもできます。追認、追認すればね、有効な契約とできます。はい、それから当然その逆、ね、勝手に無権代理行為されたわけだから、当然追認を拒絶することもね、当然それはできます。はい、それから、 過去2番。催告。これは、えー、相手方。えー、相手方は、本人に対して、追認するかどうかを催告することができます。<laughs> はい。なのでね、あの、今、この前の画面を映しているところだけど、追認とか追認拒絶は、えー、本人ができることね。本人ができること。で、催告。これは、相手方。ね、相手方ができること。 ねまあ、すぐに本人ができることと相手方ができることねそれぞれ決まりがあります無権代理の相手方は、ね、これ無権代理が勝手にやってるようだけどどうしますかということでね本人に再告できます、ね、通認するのかあるいは通認拒絶するのかね決めてくださいと本人に再告できますはいすぐに、えー、本人ができることと相手方ができることがあると、ね、いうこと はい。じゃあちょっと考えてください。えー、相手方が本人に、ね、追認するかどうか、ね、催告をしました。本人がそれに、返事をしなかったとき、ね、その相手の再告に対して、返事をしなかったとき、そのときに、追認見なしとなるか、追認拒絶見なしとなるか、これどっちでしょうどっちかなんだけど。 相手から本人ですよ。相手から本人が再告を受けて返事しなかったはいこの辺はあの結構常識的に考えて結論を出すようなところでもあるんだけど本人はあの無権代理されてるわけですよね勝手に。 で、勝手に、あのや、ややられてて、で、相手から、こう催告しました。で、そこで返事しなかったときに、ね、その時に、あの、本人に。それに対して、ペナルティを課するというのは変ですよね。本人が返返事をしなかったことに対して。本人は何も悪いことをしてないわけだから。ね、なので。本人が <laughs>、もし返事をしなかったら、ついに拒絶になります。 ついにしだったら本人その契約認めちゃったことになるからねそうじゃなくてついに拒絶はいじゃあ、えー、とそれ下に書いてるからマークしましょうこちら <coughs> はい本人が格闘しない時はつい、えー、にを拒絶したと はい、通人拒絶、ね、からこちらあの、みなすのみで、あとは次のページ続きます。は <laughs> はいす <laughs>、はい、えー、こちら続けてねマークをしておいてください。 はい。じゃあ、えー、っと、すみません。もう一度前のページ、43ページ。<laughs> はい。まず、えー、っと、本人から、えー、追認または追認拒絶があればね、それで決まります。で、本人がそれをしなければ、相手はどうするんだってことが再告できます。ね、で、この再告に対して、本人がね、また、あの、明確に追認か追認拒絶をすればそうなるんだけど、えー、さっきお尋ねしたのは、再告に対して本人が無変と。 じゃあこのどっちになりますか、ね、ということなんだけど、ね、それはあの、まあ、事情を考えてみてください。ね、本人は勝手に無権代理行為されてるわけだから、ね、相手からの催告に対して返事をしなかったそこで本人に責任を課すっていうのは変ですよね、はい、だからその場合は「追認拒絶、ね」のね本人は「追認を拒絶」って言ったことになる。 に責任が発生することになるからね。その契約は本人に帰属して。<laughs> はい。だからまたあのこのあたりはあの本論編でも覚えてもらいますけどね。えー、まあ最国にあの無返答だったら追認拒絶見なしね。あのそれもあの丸暗記じゃなくてね。 あのまあ、なんでついに拒絶の本になるのかと、ね、いうことをちょっと考えながらね覚えていくことが大事です、ね、なかなかあの丸暗記っていうのは厳しいんでね法律はあのいろいろあの理由づけがあるところが多いですからねその理由をよく、ね、理解しながら覚えていくことはいそれでは45ページ <laughs>、はい、じゃあ今日最後にそこをやっておきましょう45ページ条件期限っていうところです <laughs> 契約に条件とか期限というものがついていることがあります例えば、えー、使用書試験に受かったら自動車をあげようとかねまあ、そ,そんなのが、えー、条件はいじゃあ条件とはどんなものかこちらマークしてください <laughs> はいえーとね、条件というのは、起こるか起こらないか不確実な事実。これを条件と言います。そちらをマークしておいてください。で、比較で期限というのがあってね、それ、次のページマークしましょう。<laughs> はい、こちらをマークしてください。46ページ。 起こるここととが確実な場合は期限と呼ばれますこの期限はさらに「起こることは確実だがいつかわからない」という不確定期限といつかも分かっている確定期限に分類されます。 はい。じゃあ合わせてこのページ下に降りて、この部分をマークしておいてください。46ページ後半です。<laughs> はいこちら停止条件という言葉キーワードにしておいてください。はいじゃあ、えー、ランナに補助教材入れてください。えー、期限は まず条件と違って必ず起こるものが期限で2種類ありますその時期まで確実なものと、えー、必ず起こるんだけど時期はわからないっていうねものがあって、えー、時期まで確実なものを確定期限と言います来年の4月1日になったら自動車を上げるこれ確定期限必ず到来するし時期も明確 こういったものが確定期限ね。で、私が死んだら自動車をあげる。これ、不確定期限と呼ばれます。まず、必ず到来するから、えー、条件じゃなくて期限です。でも、時期はわからないですね。<laughs> なので、えー、不確定期限。はい、えっ、ー、と、条件。条件は、まあ、どうなるかわからないのが条件です。試験に合格したら、ね、えー、 ま、試験は受けてみないとね、合格不合格分かりません、えー。試験に合格したら自動車をあげる。これ条件です。で、こういったパターン提唱権っと言って、えー、逆に自動車をとりあえずあげるけど、不合格だったら返してもらう。これ解除件と呼ばれます、えー。その試験に不合格になったらっていうその部分が条件ね。はい、えっ、ー、と、期限には、 えー、確定期限、不確定期限と2種類。で、条件は停止条件と解除条件2種類覚えておいてください。解除条件は、まあ、とりあえず自動車を上げる。ね。でも、試験不合格だったら、ね。まあ、それを条件として、えー、まあ、契約を解除するようなイメージね。まあ、それで解除条件と呼ばれます。停止条件はなんで、あの、停止条件というかというと、えー、その、試験合格っていうね、条件が成立するまでは、 自動車を上げるのをこう停止しておくストップしておくような意味合いです <laughs>、ね、その条件までね自動車を上げるのを停止しておくそんな意味で停止条件と呼ばれますはいえー、っとじゃあ <coughs> すみません最後に一つ今度雨が降ったらっていうのはどれでしょう <coughs> 今度雨が降ったら今度雨が降ったらまる、えー、しよう それは不確定期限ですね。不確定期限ね。ねまず、雨が降るとはまは必ず起こりますから、ね。なので、条件じゃなくて期限の方、ね。必ず起こるのが期限の方ね。で、今度雨が降ったらというのはいつになるかわからないんで、不確定期限と、ね、いうことになります。<laughs> はい。まあ、そのような確定期限、不確定期限、それから定条権、解除権ね。まあ、こんなものが契約にくっついて、えー、くることがあるよという、ね、お話でした。はい。では、今回以上になります。 じゃあ、えっ、ー、と、そこ、えー、46ページのところまでですね、マークしたところだけで結構ですから <laughs>、えー、次回までね、しっかり復習して、えー、覚えてくるようにしてください。<laughs> はい、えっ、ー、と、それでは次回は、えー、47ページからね、また続きを見ていくことになります。はい、それでは、えー、全体構造編の1回目以上でした。お疲れ様でした。